それではただいまから福祉と推進本部会議を開催いたします。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本日の会議は大阪府と大阪市による指定都市都道府県調整会議という位置づけのもと2つの議題を予定しています。1つ目の議題といたしまして、府市連携課題の進捗についてということで、具体的には主な連携課題の進捗状況、副知事副市長会議の報告を挙げております。それは議題の2つ目として、福祉等に必要な機能面での取り組みに関連するものとして、福祉等実現に向けた都市機能強化について、という議題のもと、消防スマートシティなどをテーマに挙げております。よろしくお願いいたします。それではまず本日ご出席いただきますいただいております有識者の方をご紹介させていただきます。慶応義塾大学総合政策学部教授の上山真一特別顧問です。なお池末特別参与につきましては後ほどご出席をいただくこととなっております。その他大阪府大阪市の出席者についてはお手元に配布しております出席者名簿の通りとなっております。まず括弧1の府市連携課題の進捗状況を議題といたします。最初に主な連携課題の進捗状況について、昨年度策定いたしました福祉とビジョンの概要と合わせて事務局より説明させていただきます。松井部長よろしくお願いします。説明させていただきます。本日の議題に先立って福祉とビジョン策定後初めての福祉と推進本部会議の開催となりますので、本日の議題のベースとなる福祉とビジョンについて改めて簡単にご説明させていただきたいと思います。福祉とビジョンにつきましては、福祉と大阪に向けた中長期的な取り組み方向を示すものとして今年の1月の本部会議で案として取りまとめ、その後パブリックコメントなどを経て今年3月に策定しております。資料2の1がその本体資料でございますが、こちらボリュームございますので、本日は、資料2の2A3 の横長の概要版でエッセンスのみのご紹介をさせていただきます。資料2の 2の2をご覧ください。左上の第1章でなぜ福祉とが日本に必要かというところを示した上で、2つ目で、西日本の首都機能バックアップ、アジアの主要都市ミント、この4つを福祉と大阪が果たすべき役割と整理し、こうした役割を果たすことで東京とは異なる個性、新たな価値観を持って世界で存在感を発揮する東西2極の1極、日本の未来を支え牽引する成長エンジンを目指すこととしております。下側次の第2章の福祉と大阪の確立発展に向けた戦略では、まず福祉との確立といたしまして、福祉に必要な機能面の取り組み、それを支える制度面の取り組みを進め、2020年頃までに福祉としての基盤を整えることとして、また福祉としての発展として万博や IR のインパクトも活用して経済成長面の取り組みを進めることとしたところでございます。右上が機能面、制度面、経済成長面の取り組みを記載しております。詳細につきましては省略させていただきますが、本日括弧2の議題の福祉と実現に向けた都市機能の強化につきましても、これらの取り組みの一環として進めていくべきものと認識しております。なお第3章ではその先にあるものとして、福祉として発展する未来の大阪の姿を、第4章では今後の進め方をまとめております。福祉とビジョン以上でございまして、次に資料3ご覧ください。大阪府大阪市で取り組んでいる主な連携課題の進捗状況についてご説明いたします。これまでの福祉推進本部会議で議論してきた主な連携課題といたしまして、地方衛生研究所、消防防災、公設試験研究機関、中小企業支援団体、公立大学などを挙げております。これらの取り組みにつきましても、福祉とビジョンにおける機能面の取り組みの一環と位置づけておりまして、一番左側にビジョンでの位置づけを記載しております。それぞれの項目ごとに進捗状況と期待される効果をまとめております。順にご説明させていただきますと、まず地方衛生研究所でございますが、進捗状況といたしまして、今年4月、府市の地方衛生研究所を統合独立行政法人化を行って、
地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所としてスタートさせております。この統合によって西日本の中核的な地方衛生研究所として健康危機事象への対応力強化など住民の健康と生活の安全を高めてまいります。次に消防防災ですが、本日後ほど経過報告いたしますが、福祉と推進局を中心に福祉ととしてあるべき消防防災機能を検討するとともに、府内市町村と消防力強化のための勉強会を設置し、消防力強化のための方策を検討しているところでございます。3点目の公設研研究機関ですが、こちらも今年4月、府市の公設研研究機関を統合し、地方独立行政法人大阪産業技術研究所としてスタートさせております。この統合によりまして、企業の開発ステージに応じた支援を一気通貫で提供できるスーパー公設市として、大阪発のイノベーションを創出してまいります。4点目の中小企業支援団体ですが、こちらにつきましては、昨年12月に府市の担当部局と当該団体からなる企業支援団体統合タスクフォースを設置し、福祉とにふさわしい企業支援団体のあり方を検討しているところでございます。5点目の公立大学ですが、昨年4月に府市の担当部局と両大学からなる新大学設計4社タスクフォースを設置し、新大学の姿等の検討を進めているところでございます。現在、31年4月の法人統合、34年4月の大学統合を想定しつつ、鋭意検討を進めているところであり、具体的に申しますと、新大学におきましては、従来の大学の基本機能である教育、研究、地域貢献にとどまらず、都市シンクタンク、技術インキュベーション、こういった2つの機能を充実、強化し、従来の公立大学の枠を超えたスケールで大阪に貢献する大学像を目指すべく、現在タスクフォースでの検討を進めているところでございます。主な連携課題の説明は以上でございます。よろしくお願いします。続きまして、副知事副市長会議の報告に入らせていただきます。本日の副知事副市長会議におきまして、1月に開催した本部会議での議論を踏まえ、A 項目および B 項目以外の事務事業の取り組みについて、福祉と推進局における整理、再整理をもとに総括いただいておりますので、座長の新井副知事からご報告をお願いいたします。はい、新井でございます。資料4と、それと参考資料がございます。で、今年1月の本部会議で、A 項目および B 項目以外の事務事業の取り組みについては、部局が自己点検するだけではなくて、副知事、副市長が横断的な視点から進捗状況や取り組みの把握効果を把握せよ、とのミッションをいただきました。で、この間、事務局、副市と推進局と一緒に確認作業をしてまいりました。その確認作業の詳細につきましては、後ほど事務局の方から説明をさせてもらいますが、府市の担当部局により検討協議を重ねてきた結果、現状で連携可能な取り組みとして今回調査をした事務事業の7割強において具体的に連携が進んでおりました。またその効果においても住民サービスの向上、行政の効率化の面で一定の成果が上がっていることが確認できたところでございます。先ほど副知事副市長会議を開催をいたしまして、最終的な確認を行いました。会議の中では取り組みを始めた5年前と比較をして、府市の担当部局に連携の意識が根付いてきていると。で、連携の効果につきましては、定性的な効果も含めて、府民、市民に分かりやすく伝えられるように工夫すること。で、今後でございますけれども、引き続き連携状況を補足していく際には、単なる進捗管理にとどまることなく、大都市制度の検討状況も見ながら、引き続き連携可能性の検討、あるいは新たな課題の掘り起こしを行っていってはどうかという意見がございました。まだ今回は事務事業レベルでの連携について取り組みを進めてきたところですが、今後は部局長のマネジメントによりこういった細かな事務事業レベルはもとより、もう少し大きな政策レベルでの方向性のすり合わせを日常的に行っていくことが重要ではないかと考えているところでございます。詳細につきまして事務局の方から説明をいたします。はい、それでは、副知事副市長会議にお諮りしました A 項目および B 項目以外の事務事業の取り組みにつきまして、事務局から資料4により、ご説明させていただきます。
大阪府大阪市におきましては、地下鉄の株式会社化など経営形態の見直しを検討するいわゆる A 項目、公設試験研究所の統合など類似重複している行政サービスについて検討するいわゆる B 項目だけでなく、これら A 項目 B 項目以外の事務事業全般につきましても住民サービスの向上と行政の効率化を図るなどの観点から自律的に府市連携の取り組みを進める必要があるとの認識をもと、これまで取り組みを進めてきたところでございます。資料4の表紙をお送りください。最初にこれまでの経緯についてご説明させていただきます。平成24年2月の第6回大阪府市統合本部会議におきまして、 A 項目および B 項目以外のすべての事務事業につきまして、副知事副市長副局長マネージメントのもと府市連携の取り組みを自律的に進める体制を構築し、府市担当課内で協議を進めていくことを確認されたのがスタートでございます。検討結果については、平成24年9月の第16回大阪府市統合本部会議において、187件の取り組みを整理したことを報告しております。この時点におきましては、実施合意に至ったものが84件、合意に向けて協議継続中のものが103件と整理しておりました。今回、福祉と推進本部のもとにおきても、議会での議論を踏まえ、知事、府市長より事務事業全般について、部局長マネージメントのもと、府市でしっかり協議を行い、取り組みを進めるようにとの指示があったことを受けまして、再度府市担当部局による取り組みの自己点検を実施し、平成29年1月、第8回、福祉と推進本部会議におきまして、報告を行いました。その自己点検の結果は右の表にもございます通り、実施合意に至ったものが136件となり、全体の7割を超えるなど、府市連携の取り組みは一定進んできたものと考えております。一方で評価も含めて、部局長マネージメントに委ねるというスキームで取り組んでおりますので、例えば表彰や研修、評価委員会等での一元化など、複数の部局で行われている同市の事務事業について、部局間で取り組み状況に違いがあることも、分かってまいりましたことから、福祉と推進局において横断的な視点で再確認を行うとともに、新たに設置した副知事・副市長会議にも諮りながら、さらなる連携を促進することになりました。平成29年2月、副知事・副市長にお諮りしたところ、再整理にあたっては福祉と推進局において、すべての項目の府市間の協議状況等について精査を行うこと、また取り組みの効果を調査することとの指示をいただきました。その後、福祉と推進局において、府市の担当部局に対して、府市間の協議状況等の精査や取り組み効果の調査に取り組んでまいりました。そして本日、福祉と推進局が行った再整理について、副知事・副市長会議にお諮りし、ご確認いただいたので、福祉と推進本部会議において、ご報告するに至ったところでございます。次のページをご覧ください。福祉と推進局による再整理取り組みの状況を示しております。副知事副市長会議の下でのメリハリをつけた進捗管理に資するため、手法としては同種の事務事業4分野ごとの比較を行うとともに、さらなる連携の可能性の検討を通じて、すべての項目の取り組み状況や取り組み効果について把握すべく、枠内の1から3の手順により作業を進めてまいりました。その整理の結果、下の表でございます。福祉と推進局で改めて確認した結果、平成29年3月末現在で府市間で連携を行い効果が認められるものが134件、そのうちさらなる連携の可能性を検討できるものが人事交流など3件ございました。また協議中または協議予定のものが10件、新たな大都市制度への移行を前提に検討するものが38件、当初の整理以降の状況の変化により連携ができなくなったもの、あるいは府市間で協議の結果連携にメリットが認められないものが7件となりました。今後はこれらのうち表の右側、引き続き進捗を把握するもの欄に丸のついた3分類につきまして、今後も進捗管理をしていくこととしております。これらの作業の公表が資料4の後ろにつけております参考資料でございます。府市間で連携を行い効果が認められるものとしては、参考資料ページ1ページから掲載しておりますが、例えば1ページの1番、東京事務所の一体運営や2番、上海事務所の統合は検討内容欄に記載の通り府市で事務所が統合されております。また3番の職員研修の共同実施、土木用地事務におきましては府市連携研修
府市合同研修等が実施されているところでございます。少し飛びますが、25ページには人事交流などさらなる検討の可能性を検討できるもの3源を掲げております。これらにつきましては担当部局においてさらなる連携について協議いただく予定としております。26ページから28ページには1番や2番などの平成29年3月末時点で実施時期がまだ未到来のもの、3番4番など協議中のものを掲載しております。29ページから35ページには新たな大都市制度の移行を前提に検討するものとして、例えば1番から続く組織体制の検討項目などを挙げております。36ページ以降が状況の変化により連携ができなくなったもので、例えば2番では交通事故相談窓口の統合は府の事業廃止のためこの分類といたしました。恐縮でございますが、本体資料の3ページの方にお戻りください。今回の再整理を通じて把握した連携の取り組み効果についてお示ししております。今回の取り組みは、住民の利便性やサービスの向上、行政の効率化を目的としておりましたが、大きく6つの効果があったと考えております。例えば1つ目としては、窓口一元化により、これまで府市それぞれ別々の場所で行われた相談申請などの手続きが1回で済むこととなりました。2つ目として、情報発信を共同実施することにより、支援情報などの行政情報の一覧性が高まりました。3つ目としては、普及啓発活動の共同実施で内容の充実を図るなど、より質の高いサービスを受ける可能性が高まりました。4つ目としては、計画指針等の統一化等により、政策の整合性が確保されました。5つ目としては、研修の共同実施等により、今後の職員の資質の向上が期待されております。最後6つ目としては、東京事務所の一体運営など、事務所を統合することにより、施設使用量の減少などの効果が発現いたしました。このように、府市カウンターパート間で協議を行った結果、連携できているものにつきましては、住民の利便性の向上やサービスの向上、行政の効率化といった面で、具体的な効果が生まれております。最後に4ページをご覧ください。A 項目及び B 項目以外の事務事業の取り組みにつきまして、本日開催いたしました副知事副市長会議による総括をお示ししております。副知事副市長会議による総括としては、今回の再整理によって確認できたこととして、対象となった189件のタイプ取り組みのうち7割以上にあたる134件で連携ができていることが確認できました。この取り組みにより、住民の利便性の向上、サービスの向上、事務の効率化といった具体的な効果が発現するなど、府市の行政全般において効率的、効果的な業務運営の見直しが大きく進展し、府市担当課が関係業務について詳細まで情報共有し、意見交換を通じて連携席の進展が図られたことがございます。さらには万博や IR など、新規事業については府市が共同で実施することを前提に取り組まれているなど、積極的な事例も確認されたことでございます。この3つを挙げております。そして今回このような進捗状況を踏まえ、現段階で総括を行い、この取り組みで強化された府市の連携機能を生かしつつ、さらなる連携の可能性を検討できるもの、協議中または連携過程のもの、および新たな大都市制度への移行を前提に検討するものにつきましては、副知事副市長会議のマネジメント対象として事務局において引き続き進捗状況を把握しているとした上で、今後は個別事業の連携にとどまらず、大阪全体の都市機能を高めるような部局長マネジメントによる政策レベルの連携を府市で深めながら、さらなる発展を目指すことを総括としております。なお、先ほど荒井知事副知事からご報告がございましたけれども、先の同会議では進捗管理にとどまらず、新たに連携できる項目がないか検討を深めていく必要がある。特に、新たな大都市制度への移行を前提に検討するものにつきましては、現在制度の議論を深めておりますので、その議論の中で引き続き検討を行える余地がないかなどのご意見をいただいております。事務局といたしましては、このご意見を踏まえ適切に対処してまいりたいと考えております。以上が先の副知事副市長会議におきまして確認された A 項目及び B 項目以外の事務事業の取り組みについての再整理の結果でございます。事務局からの説明は以上でございます。坂田部長ありがとうございました。以上で報告させていただきましたが、
本件について、ご意見があればご意見の方をいただきたいと思います。まず上山特別顧問、何かございましたらお願いいたします。はい、昔C項目と言われてた部分だと思うんですけど、大きなテーマについてはいろんな形で動いたと思うんですね。今日は一番最初にご説明があった主な連携課題で、大学とかですね、試験研究機関とかいわゆる大玉のものですね、これについては統合あるいは独法化の中でですね、かなり議論が進んだと思います。それからあと大阪市 のいろんな事業の民営化の議論の中でもですね、いろんな見直しが進んだと思います。で今回またこの事務事業レベルで のいわゆる二重行政問題ですね、これについて最終的な整理がかなりできたので、非常に良かったなとまずは思います。でその成果はですね、非常に大きいんですが、これからやんなくちゃいけないことと、今の現実を照らすとですね、ちょっと次のレベルでまたいろいろ考えなくてはいけないことが多いなと思うんですね。で今回ご説明あったやつはどちらかというと大阪府と大阪市が両方似たようなことをやってるのを整理して一緒にやるなり片方に寄せるなりと、こういう効率化という発想がですね、どうしても先に立ってたと思うんですね。でどっちかというと、コストダウンとかね、無駄を減らすとか、そういう視点がどうしてもあったと思うんですが、今課題になっているのは副首都のこのビジョンを実現するために、府もできてないし市もできてないと、両方一緒に力を合わせてですね、やんなくちゃいけないことは何なのかっていうのをこう洗い出す作業ですね、これがいると思うんですね。で当然そういうことは知事市長の方でよく考えておられて、例えばもう万博とか IR っていうのもまさにそれの典型だと思うんですね。バラバラだったら思いつくやることを思いつくことすらなかったんじゃないかということなんですけども、それ以外のテーマを見ていくと、例えばICT を使ったですね、行政改革、これはビッグデータを使ったり IoT を使ったりっていう、テクノロジーの部分ですね、これは大阪市はいろいろやってるんですけど、大阪府の方はあまりできてないと。それからあとニュータウン問題ですね、これも大阪府の中に、大阪府不営のものもあるし、そうじゃないものもあるんですけど、各地にいろいろあると。あるいは医療戦略も医療戦略会議はやったけれども、その後の具体的な議論になるとですね、やっぱり府と市で一緒に体制作ってやった方がいいけれども、今の体制は府は府、市は市ということに、実施段階では分かれちゃってると。あといわゆるバックアップ機能ですよね、東京が直下型地震でダメになった時に、その瞬間どうやって受け皿になるのかといったようなですね、まだ見えてないテーマといいますかね、新しいテーマですね、これをやっぱりちゃんと設定して府と市で一緒にやる体制みたいなものをですね、なんか作った方がいい時期に来ているかなと。今まであるものをくっつけて、で機能強化という議論ばっかりしてたんですけど、新たな課題に対してどっちにもないものね、それをどうやって、作るのかという、そういう議論がですね、次のレベルでいるのかなと思います。あともう一つ、その作業をやるときにヒントになるのがですね、大阪府大阪市以外のものの話だと思うんですね。例えば堺市には公衆衛生研究所があるわけですね。で東大阪市にもあると。じゃあ2つと今回こう府と市で一緒になったこの基盤衛生基盤研究所ですね、この関係どうするんだとかですね、あるいはゴミの収集とか焼却について言えば、大阪市と周辺の市で連携の動きは出てますけども、それじゃあ南の方だけで連携する動きをですね、大阪府はもっと作れないのかとかですね、大阪市以外の市町村と大阪府の関係、あるいは大阪市も大阪府も関係ないところでですね、本当は広域でやんなくちゃいけない市町村同士の連携事業みたいなものがあるかもしれない、それどうするかという、この辺がちょっと新たな課題かなと。それと最後にもう一個なんか盲点みたいになっているのがですね、例えば大阪府の下水事業ですね、これは大阪市と統合というわけでもないけど、民営化という議論がそんなされているわけでもなくてですね、なんとなく府市一緒に、水道下水、
鉄道というふうにして議論していくと、大阪市が民営化しちゃうと府市両方改革したようなですね感じをこうみんな持っちゃうんですけども、ひょっとすると大阪市の方だけが民営化して改革しているけど、大阪府の方はこう取り残されていると、そういう部分がですねもしかしたらあるかもしれないと。そういう意味でちょっと副会議でですねきめ細かく、さらにちょっとビジョンをですね実現するためにまだやることっていう意味で、課題の洗い出しをですね引き続きぜひお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。ただいまの顧問のご発言に対して何かございましたら。荒井副知事よろしいですか。今回はいわゆる C 項目の整理をさせていただきました。その中での連携の確認、あるいは新しい課題の春放り越しも必要やろうということで、ここはまあ一定程度整理をついた、ただ今後のこともみんなに狙いながらまでやっていくのが今日の総括でございます。で、今ご提言あったことにつきましては、まあ割と政策的な課題の掘り起こしどうするかという、まあそういう意味では今回の事務事業みたいなボトムアップではなくてですね、ある程度テーマを決めてこうやっていくのかなというような気がいたします。で、個人的にはワクワクするような話でございますので、ぜひそこは検討させていただきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。他はどなたかありますか。ちょっといいかな。では本部長お願いします。今の下水道事業の民営化なんですけどね、これは十分やれると思うんですよね。まず指定管理から入るんかねと、要は施設の運営という話になるんで、これも大至急ちょっと一回検討に入ろうかな。水道の場合は、まあ、大阪市であれやっぱ安全な水を供給するのは、まあ、ちょっとこれ僕らとは意見ちゃうけども、議会の方はやっぱり公組織がやらないと、これはちょっと民営化は反対という議会の意思やったと思うんですけど、下水道については、まあ言うたら下水なんでね、要は流す側だから別にその後口に入れるわけじゃないんで、その安全性というかもう使わない水の話なんで、これはちょっと組織をどう、施設をどう運営していくかというのはもう十分できる話なのかなと思うんですよね。まあ、今でもですね、運営についてはですね、民間委託かなりの部分してますので、さらなるというのは知事の ご分で検討しますけども、ある意味もうすでに民間委託して運営してます。で、まあ、その結果効率性あるいは職員の、縮減とかですね、ある意味達成できているところがございます。大阪市はどうなの。大阪市の方は現に株式会社を作ってですね、そこに包括委託という形で、職員も転籍というので、もう職員の身分 もう民間人に変えてですね、まあ、下水をやっていこうということで、もうほぼ実行済みのところ、まあ、その先の段階 のプランもまだあるんですけども、第一段階としてはもう民間化、非公務員化というのはもう実践しているというような状況ですね。それはできると思いますし、あとその水道に関して、なんですけどね、まあ、今回前回大阪市議会で廃案ということになりましたけど、まだこれはやっぱり僕はやっぱりね、ワン水道っていうのは目指すべきだと思うんですよ。この大阪の中での水道の一元化っていうのは目指すべきだと思ってて、じゃあどうするのっていう時に、今回やっぱり水道は広域化を目指していくべきだと思いますし、民間に任せれるとか民間化を目指していく、この両立を図りたいなと思ってます。改正水道法がまあ、そういう趣旨にもなってますんでね。ですんで、まず大阪府で、市町村と広域についての協議体を構成できるというふうになってますんで、大阪府と大阪市で、この協議体というの
構成したらどうかなと思うんですよね。そうするとまずそこで、この広域的な水道どうするとかっていう話し合いができると思うので、まあ、大阪市はもうそこに入ってですね、広域的な満水道をどうすべきかというのをぜひやりたいと思ってます。まあ、その中で具体的にどういうプランするのかというのは当然今の大阪市の水道局の知恵も絞りながらですね、大阪がこれまで持ってる、まあ、今企業団になっちゃいましたけどノウハウもあると思うので、その府内の最適な水道の在り方というのをね、やっぱり検証すべきだと思ってます。今大阪市は水源が近いですから、大阪府内で一番安い水を市民に供給してますけど、それは大阪地域外だって供給僕は可能だと思いますんでね。そうするとみんながウィンウィンの形になってくるわけですから、だからそういう意味でその最適化という議論をすべきだと思いますし、ワン水道を目指すべきだと思うんです。その場としての水道協議体というのをですね、今の42市町村の行団はちょっと非常に後ろ向きだと思いますから、まずそうであれば大阪市と大阪府でワン水道の将来像というのを協議する場を設定すべきなんじゃないかなというふうに思ってます。ここはそしたらちょっと副会議って考えさせていただくと、下水の話はね、流域下水道っていうのは大阪はもう全国に先進的でやりだしですという、まさにニュータウンの問題と一緒の話ですよね。ただその中で論点はやっぱり民営化の話と、でもう一つは組織の話あると思うんで、まあ、その辺の分析が必要かなと思います。で水道の話は企業団があって大阪市水道があって、でその中で大阪府の立ち位置というのがあるんで、あり方論としては府としてはできると思いますが、合わせてやっぱり企業団との話っていうのも必要かなというのも、ちょっと場なり組織作りというのはどうするか事務的に考えさせていただきますけれども、いや企業団自身この将来のワン水道を目指していくというときに、その企業団、にですね、例えば大阪市が入ると、それはこれは今でも議論して、なかなかこれは難しかったという経緯もありますんでね、だから単純にもう今企業団で評決数なんかも含めて非常に細分化されてきてるんで、今の器だけで果たして考えるべきなのか、新しい器というのをまた新たに考えてワン水道を目指すべきなのかと、そういう視点も僕はいるのかなと思ってます。まあ新たな器があればそこで全員が集合というのもありえると思いますし、まあ、ただその前提としての協議の場というのはやっぱりこれは府と市でまず率先してリードしてやっていかないと、企業団はもう寄り合い状態みたいになってるから自分たちで発想できないし、大阪市だけが入る垂直で入るとしても他の企業団他の市町村の垂直でも入ってこないので、ね、そういう意味では新たな受け皿の可能性も含めて府と市でまずどういう在り方がワン水道に近づくのか、そして運営はどうすれば民営化できるのかっていう行政的な議論、当然議会議論は経ないといけないですけども、行政的な考えというのをちょっと詰めていってもいいんじゃないのかなと思ってるんですけどね。あり方論として整理していくということでよろしいですか。どうですかね、市の状況としては。この前の司会でですね、運営権制度の議案出しましたけども、あれがまあ、ポシャったわけですけども、今先ほど出てるように水道の改正作業がされてます。でこの前の国会では、まあ、不幸にも上手されずに議決まで至ってないという状況にあるんですけども、かなり運営権のあり方が民間委託に近い寄っていくというか、事業自治体を市に残したままで自由の部分を出せるというような形の整理ができそうですので、今事務的に思ってますのは、前回まあ議会の方には運営権制度で提案してますんでね、その変更版としての案をこしらえて、でそれがオール大阪で見たときにどういう当てはまり方をするのかというのを考えたいというふうに思ってます。で今内々厚生省にも打診しているんですけども、ガイドラインを作られる予定なんでね、水道法が開始された後そのガイドラインがどうなるかというのをちょっと制圧しながら市としての案をまとめるかなというふうに今思ってます。許認可権とかを行政に残し、でそのすなわちその金額の決定権もまあ行政に残し、いわゆるその改正水道法の中では相手のその行政の、まあ、安心安全じゃないですけども、そういったところを残しながら民営化するという手段の、はい、
認めるような法律になってるじゃないですか。だからそれは運営という意味では僕はそれはこの改正水道法に基づいた民営化っていうのはできると思うんです。新たな提案できると思うんですね。それは運営中の意味で、その大きく見た時のいわゆるそれは大阪市単独で市内だけの運営民営化じゃなくて、やっぱり将来的にはやっぱり大阪府域全体でこの水道っていうのは僕は見るべきだと思ってるんです。この大阪市も非常に供給能力が余ってるし、大阪の企業団も余ってると、大阪市では安い水を作れると、他では高い水になっちゃってると、そういう意味でその全体の製造原価を下げる努力をしてですね、その効果を大阪市域の市民も地域外の人たちも市民も受け入れられるようなですね、受け取れるようなものっていうのが最後目指すべき大阪の湾水道かなというふうに思うので、その運営の民営化の議論と僕は両立すると思っているので、その区域の供給についてのね、かつても大阪市域外でにもっと供給を伸ばそうよという議論も大阪市の中であったと思うんですけど、その大阪区域いきなり全部は無理としても、ね、衛星の、大阪市周辺のエリアからだけでもですね、なんかこう徐々に大阪湾水道というか、その全体最適化っていうのを目指す受け皿の議論についてもちょっと根本から考えた方がいいのかなと、企業団についてはもうあれはもう完全にもう寄り合い状態になって思ってなってしまって、判断できないような組織になっちゃってるので、ちょっと大阪市と大阪府がリードしてやっていかないと区域の湾水道というのは今できない状況なんだなと思ってますから、ね、でそれを目指すべきだと思うんですよね。おっしゃる通り企業団 の, スケジュール表を見ましてもね、いつまでにやるのかはっきりよう分からないような案になってますんでね、その辺はもう少し我々、イニシアチブを取ってですね提案しててもいいのかなというのは思ってます。大きい意味での一元化はもちろん目指していくけどね、吉村市長の言ってる、全体 の, 一元化の、全部のプランをいきなり、ふとしで作るといっても、これ、企業団からしたら給水抱えてるから全く、いろんなことで乗ってけんと思うね。で一番できるのはね、今市長が言ってる浄水のところのね具体的な話でね、これ新大阪周辺はこれから20年30年で大きく変わるんで、国島とね、うちはどこだ、浄水場のね統合してね、で新大阪でのどちらかの土地をどう開けるかというねことをね、これも大きな新大阪周辺の再開発プランというみたいな形ででもね作れんのちゃうかなと思う。浄水場をあれ2カ所もういらんわけやから今供給の能力からすると、これはまず現実的具体的な案として第一歩示せればね、それぞれの浄水場を一元化をするして、で施設を更新をして、新大阪これからリニアが入ってくる、北陸新幹線入ってくる、いうところになった時に、ここを新しい再開発拠点にできます、こういうプランを作っていけば企業団の方もねもうやめときますというわけにもいかんようになるんでしょうかなと思うんだけどね。そこのところは新大阪の話はね、おっしゃるようにリニアが来、新幹線が来になります、次線が来ということで、あそこの新大阪周辺の町づくりどうするかっていうのはこれからとから問題提起を受けてて、風刺でちょっと考えていかなあかんなというようなことでそれやってますんで、その議論の中で今の水道施設の話ではありうると思います、でそれとですね、吉村市長が言ってある水道の広域化のあり方論の中でね、大阪市水道、それの民営化で、厚生省の方針で企業団という中での議論というのは関係はしますけども、やっぱりそこは議論としては僕は分けた方がいいと思いますんですけどね、もちろん新大阪の町づくりの話はきっちりやっていかなあかんとは思いますけれども、結果としてそこから出てくるということになると思います。
あの私はね、今知事がおっしゃった話はやっぱりすごい大事だと思うんですよ。というのはあの大阪あのこの議論ですけどね、あの副首都としてあるべき水道の姿っていうふうにね、こう設定すると分かりやすくなると思うんですけど、あの大阪市は大阪市民に安い水提供できてますっていうのはあるんですけど、じゃあそれがどれぐらい持続可能かっていうことですよね。設備の更新もあのやる必要があるし、そういう時にあのやっぱり、同じ設備でもあの供給先がこう広がるとですね、競争力が増していくということにもなっていくので、あの大阪市にとってもその広域的な仕事の仕方っていうのはやっぱり機能強化になると思うんですよね。だからそういう意味であの目の前の具体的なあの可能性という意味だと、やっぱりあの抽象的に広域化だけ言っててもね、ダメで、広域化すると何がいいのかという話が非常に大事なんでね、そういう意味であの大阪市が持っている立派な設備をどうやってお金をかけずに次の大阪市民に引き渡せるかと、その時に広域化っていうのが実は一石二鳥でね、すごくいい手段だと、大阪市民にとってもいい手段だというような議論ができると思うんですよね。で、あと副首都の在り方という意味だと、他都市との競争力だと思うんですね。大阪府域全体の水道料金ですよね、これがあのどれぐらい安いんですかというのは、こう都市間競争で工場の誘致とかですね、いろんな時にやっぱりあの肝になってくるんで、私はあの元の話戻りますけど、あの府と市でですね、あの副首都大阪のあるべき水道の姿っていうのはやっぱり研究に値するテーマだと思うんですよね。でその中ですごく大事なテーマは大阪市の水道事業の持続可能性っていう話だったんですね。民営化とか広域化っていうのはあのその手段でしかなくてですね、でそういう意味であの大阪府域全体の水道料金をどうやってあの安く抑え続けるかというのと、大阪市の今のその水道機能をですね、どうやって持続可能なものにこうしていくのかという、こういう意味であの副首都論の中でですね、十分あの研究テーマとしては成り立つと思うんですね。で後で出てきますけど、消防でね、実はもうそういう枠組みでやってるんですよ。大阪府は消防全然持ってないと。でだから水道と同じで、あの大阪府はあの何もサービス自分でやってないわけですよね。だけどもあの大阪市の消防部隊と一緒に、まあ、あのタスクフォース作ってね、で大阪全体の副首都としてあるべき消防の在り方っていうのを議論してるんですよね。だこれはあのどうやって火事減らすかとか、どうやって早く消すかっていう、あのまあ府民目線っていうかな、こう供給側の目線で研究してるからできるんですよ。ところがその供給じゃない、需要側ね、で供給側の議論すると、大阪府には消防局ありませんので考えられませんみたいな議論になっちゃうんだけど、この際事業団とかあの各市町村がやるとかやらないとか、そういう話を置いといて、府民の目線でね、で副首都としての競争力っていうところの掛け算で見ていったら、私はあの府市で十分研究できるんじゃないかなと思います。市長どうぞ。大阪市の今水道局でも、まあ、前回の廃案になってどうやってこの民営化を実行していくのか、あるいはその広域化を図っていくべきなのかっていうのはあの研究しています。これはあの全体最適で製造原価をトータルで下げていくっていう意味では、僕は広域化で絶対やるべきだと思うんですよね。そういった意味であの大阪市の水道局のメンバーと、それからあの府はあの企業団に行ってますけど、あの一定多分組織としてはあるんですよね。だからそこでまずちょっとタスクフォースみたいなのを作ってですね、まあ、将来的にはその改正水道法あのいわゆるその協議体という形で、この大阪の中の全体最適の水道と、それから民営化論っていうのをあのやるというのをすればもうするべきだと思うんですけどね。あの聞くのはやぶへびなんですが、納期はどれぐらい送んない？プラン作りですよね。あのプラン作り、ですね。まず大阪市と大阪府が一緒になってどういった最終形を目指すのかと、もうそれほど時間はかからないと思うんですよ。そのあのプラン作りについては。タスクフォースで一回ちょっとあの納期予測をやね出して。
あの、もし、あとその、あの、ちょっと補足しますとですね、いいですか。新大阪のね、あと1個やるのは、新大阪の街づくりっていうのは、実はこの風刺だけじゃなくて、やっぱ JR のが どこの駅に突っ込んでくんねんとかっていうのは、やっぱりあの 入らないと、僕らも街づくりで早く計画はしたいと思ってるんで、だから出てこないですよ。だからそういった意味では、あまりいろんな要素に絡めてやった方がええのが。いや、それはね、新大阪の上水量にね、特化しても、どっち開けるっていう議論をしてほしい。あの、ちょっと、あの、街づくりじゃなくて、それやったらできる。もう大体どっち開けるみたいな、内側を開けたら、あの、あの、A と違う、大阪市の浄水場側が、をやっぱり開けない。まあ、そこまで今まで言われてるんですよ。いや、あの、だから、それを、そういうのを話し、話した方がいい。ちょっとあの、補足しますとですね、まあ、あの、水道はご存知のように、この圧力でこう流しますので、まあ、多少のですね、こっち向いてたやつをあの明日からこっち向けるということも可能なんですよね。だそういう意味で言うとおっしゃったようにその物理的な意味でもですねそのスケールメリットというか統合メリットを生かしたその最適化というのも一歩可能だと思うんですよ。でそうするともしくは組織運営のですね、から来るその最適化で先ほどあの浄水場の話がありましたけども、まあ、そういう観点からもうすでに久慈島のところはですねその、まあ、広域水道の広域化とかどうかということとは別事件として今も老朽化してますからそれをどう打って返しながらあの再整備していくかというのも検討を始めてますので、まあ、その今の議論とどこかであの会えればいいかなと思ってます。それとあの新大阪はですねあの何といっても JR 東海を議論の場に向けないといけませんからそれをあまりその広げるとですね、まあ、いよいよこう乗ってきにくいのでむしろ北陸新幹線のですね駅の位置をもう早く決めなきゃいけませんからそれをきっかけにですねせめて駅の位置構造は一緒にやらないとあと困りますよとそういう持ちかけでですね決めてそれからあと周辺の街づくりということが、まあ、いいんじゃないかと思います。とその下水がありましたけど下水はあの市長お話ししましたされてましたように、とりあえずあの民営化してですね、維持管理について包括委託しているで次のステップはですねそれをその混合式の運営権制度に行くと、まあ、混合式というのは汚水と雨水使用量で賄っている部分と公共事業の分両方ありますからそこはちょっと水道とは違うんですがいずれにしても今後型運営形成に行こうと思っています。でもう一つのですねその不使用を見た時 のポイントはあの府の方の流域下水は幹線なんですよね。で大阪市の場合は幹線と枝線やってるわけです。じゃあ府下の市町村は枝線は市町村がやってるんですがやはりその技術力がですね技術者がだんだんいなくなってきて困っておられるのでそこの分についてはその大阪市 その新会社がですねそのまあ受託といいますかやっていこうと思っています。だからそういうことで幹線同士を府と市でどう一緒にするかという話が一方で成り立つのと枝線の部分については今言いました新会社がですね府下の市町村 その枝線事業のところについていろいろまあ、あの協力というのかあの技術提供というのか受託というのですね、まあ、いろいろありますが、まあ、そういう形でやっていく方向があるのでちょっといろいろその業務のですね中身をある程度整理すれば何と何が一緒になってですね何と何が連携できるかというのはだいぶ整理できると思いますので、まあ、ちょっとそのタイムスパンをですねどれぐらいにおいて検討するかちょっと今申し上げたようなことを含めて考えたいと思います。はい、分かりました。はい、はい、すいません。そうしました。あの一つ目の議題は、この辺りとさせていただきますが、まずあの上山顧問からいただきましたあの福祉等に必要なあの都市機能の強化ということで、まあ、今できていない部分の掘り起こしなどを、まあ、副部会議などを通じて、さらに検討していってはどうかという部分については引き続き福祉局の方も事務局として検討してまいりたいと思います。それからあの知事市長からはあの具体的に下水道についての民営化の話とそれから水道についてはあの府市間でのタスクフォースの設置などによって、検討を進めていくというお話もいただいておりますのでこれらについてはあの関係部局と調整を図っていきたいというふうに思います。それからあの本日あの副知事副市長会議からの報告ということで、まあ、A 項目及び B 項目以外の事務事業の取り組みについて、報告させていただきましたが、まあ、こちらの方は報告の通り進めていくこととさせていただきたいので、よろしくお願いいたします。
それでは説明者の入れ替えをお願いいたします。それでは続きまして、議題2の福祉と実現に向けた都市機能の強化についてを議題といたします。まず出席者の紹介ということで、テーマ1の消防につきましては特別参与にご出席いただきます。株式会社パブリックパートナーズ代表取締りの池末弘樹特別参与です。事務局より説明させていただきます。松井部長よろしくお願いします。では現在の検討状況についてご説明させていただきます。資料をご覧いただけますでしょうか。福祉と実現に向けた都市機能の強化について消防機能の検討状況ということで福祉局中心に風紀管理し消防局と一緒に検討してきた内容でございます。今回の、この取り組みでございますけれども、先ほどの福祉とビジョンの中でも基盤的な公共機能の高度化で位置づけておりますのでその中の一環として検討しているものであって今日はまだ中間報告的な位置づけで、報告させていただければと思っております。まず4ページ5ページご覧ください。今申しましたように福祉とビジョンでの位置づけ と、これまでの検討経過でございます。ビジョンでは、基盤的な公共機能の高度化の一つという形で位置づけておりまして、その中で、府内市町村と実施している消防力強化のための勉強会と並行して、福祉ととしてあるべき消防防災のあり方を検討すべく、福祉と局と、危機管理室市消防局の協力を得ながら本日ご出席の上山顧問池末参与にご助言いただきながら検討を進めてきたものでございます。で今回の整理、先ほど申しましたようにこれまで調査分析してきて分かった課題とかそれを踏まえた一定の方向性をまとめた中間整理という位置づけでさせていただいております。本日時間も限られておりますのでポイントだけで言わせていただきます。9ページに飛んでいただきまして第1章大阪の火災の状況でございます。9ページが、サマリー後ろの内容のサマリーになっておりますが、概要を言いますと、大阪は火災1件あたりの焼損面積が小さく、高い消防力を持っているという状況にございます。一方地域差が大きいという状況にあるということが、全体的な形です。で次の10ページご覧いただきまして世界の、主要都市との火災状況を比較しております。世界的に見ても日本は、火災発生率が低い状況でございます。で11ページ各都道府県ごとの安全度合いをアウトカム指標で比較したものでございます。縦軸に、人口1万人当たりの火災件数、これが火災に遭遇するリスクとなります。で横軸に建物火災1件発生した時の、焼損面積、こちらが、消防のパフォーマンスと言えるかと思います。で大阪府は、火災リスク、消防パフォーマンス両方とも、全国平均より安全というこの左下網掛けのゾーンに位置しております。特に焼損面積見ていただきますと、東京に次ぐ、2番目の、ところにございます。次のページご覧ください。都道府県別の火災状況、こちらにつきまして全国的にもそうですけども大阪府は特に検査を減らしておりまして、下13ページ政令指定都市を見ますと大阪市堺市でも大幅に火災件数が減少している状況です。14ページご覧ください。府内の火災被害の状況でございます。火災件数直近5年平均とっておりますけども、年間約2700件、火事で亡くなられる方約90名、
被害総額約36円となってございます。下が被害の推移でございますけれども、まあ、出荷件数が先減っているという申しましたけれども、死者の数あるいはの損害額も減少してきております。で15ページ、大阪の火災状況の特徴を示しておりますが、火災対象物としては住宅火災が多くて、で出火原因としては、放火が全体の3割という形で高くなってございます。めくりいただきまして16ページと17ページこちらの市町村単位で、火災のリスクと消防のパフォーマンスを見ております。16ページの方が先ほど の出火率の地域差で、17ページの方が、小村1軒あたりの小村面積の地域差というふうになってございまして、それぞれ人口規模別とブロック別に分けて記載しております。特に下の17ページご覧いただければと思うんですが、小村面積の地域差、まあ、パフォーマンスにあたる部分でございますけども、人口規模別で、70万人以上あるいは30万人から70万人、左の2つの区分が、小さくなっておりまして、すなわちやっぱり大きい、消防本部の方がパフォーマンスが高いということが、アウトカムからも読み取れる状況でございます。続きまして第2章、大阪の消防体制でございます。19ページ20ページに、サマリー記載しております。前半の19ページ、大阪の消防体制についてまとめておりますが、基本的に大阪の場合は43市町村に27の消防本部、まあ、一定の広域化は進んできておりますが、やはり規模の差、消防職員の専任率あるいは指揮隊員等の充足度などは、まあ、小規模のところはかなり苦しくて、そういったところで影響が出ているというところがございます。で次のページの後半20ページのところは、東京消防庁との比較を書いております。東京都につきましては、稲城市島嶼部を除くほぼ全域を東京消防庁が所管しておりまして、予算体制充実していることから、まあ、パフォーマンスが高く、あるいは大阪と比べて地域差が小さいところに特徴がございます。21ページは消防組織として上部位総合の消防本部と市場勤公務員の消防団、こういった2つの組織があること、でさらに22ページは消防業務を組織化したものを示しておりますけど、詳細説明ここは省略させていただきます。で23ページ、大阪全体の消防組織一覧にまとめたものでございます。先ほど申しましたように府内43市町村では、一部事務組合あるいは委託による広域化も含めて27の消防本部がございます。濃い網掛けが一部事務組合、薄い網掛けが委託となっております。で119番通報を受けて、を受ける指令センター、これの共同運用一番右に記載しておりまして、共同運用3つございます。次のページご覧いただきまして、種別ごとの状況です。単独消防が18市町、一部事務組合が5組で15市町、委託形式が4組10市町村となっております。でそれぞれにメリット課題も記載しておりますが、消防機能を高める上で、まあ、ベストミックスがどれであるかというのが、まあ、今後検討課題と考えております。25ページが消防職員の状況でございます。中ほど隊員証券の一番下見ていただいて、府内全体で消防活動を実際行っている隊員といわれる方々が7789名で、うち、兼任でやられている方、ちょっと右の方ですが1266名で、兼務率が 16.3%、これ決して高くないようですけども、まあ、一番右欄の通り、消防本部ごとで見ると規模の小さい消防本部中心に専任率 0%、 要は皆が兼務であるというところが見受けられております。で26ページに、人口規模別で代表的な消防本部の年齢構成、を出しておりますけども、こちらも小さい本部5万人以下の市長というところでは、まあ、空白の世代が多いという状況になってございます。27ページは消防団の状況でございます。こちらの地域差が、大阪の場合かなりあるんですが、そのせいもあって消防団員率は、高くないという状況でございます。28ページが車両と資機材、主な救助器具をまとめております。こちらもやはり大規模な団体ほど
車両、資機材ともに充実して、で逆にあの小規模団体では、まあ、コストとか使用頻度が少ないといったことから、まあ、一定の制約が出てきているという状況です。29ページが、消防費の推移等をまとめています。推移で言いますと、大阪府だけじゃなくて、全国的に、近年は、まあ、横ばい状態であります。で1人当たりの消防費を、下の方を見ますと、やはりこれ今の人口規模別で割っておりますけども、5万人未満の小規模団体で高くなっているという状況です。30ページからが、まあ、東京消防庁との比較をまとめてございます。30ページは東京消防庁の、例外的なところを書かせていただいております。東京都は全国で唯一消防組織法地方自治法の特例を受けまして、旧の東京市であった特別区分を都知事が直接管理するというスキームになっております。で、右側の方に、遠隔書いておりますけれども、特別区以外の多摩地区の部分につきましては順次委託を広げる形で広域化が進んできておりまして、現在は先ほど申しましたように島嶼部と稲城市を除いて、まあ、都域全体を東京消防庁が所管する形となってございます。31ページその消防組織の比較にしております。大阪27消防本部ですが、東京、特に人口のところを見ていただきますと 99% を占める地域が東京消防庁が担っている状況にございます。32ページご覧ください。人口当たりの消防費を比較しております。東京では平均で 16,690円で、大阪が 12,279円と、東京の方がまあ大阪の 1.36 倍という状況でございます。で33ページが、消防のパフォーマンス、これも市町村ごとの地域差で見ております。で、全体的な平均値、建物火災1件当たり焼損面積、人口10万人当たり死者数、火災1件当たり損害額、どれも、東京の方が低い数字になっておりますが、さらにこの地域差という部分でいうと、この矢印の角度が大阪の方はかなり、きつくなっておりまして、やはり地域差が大きいと。で東京とはそれに対して地域差も小さいということで、まあ、都域全体を高い消防力がカバーしているという状況かと思います。34ページが、まあ、人口当たりの火災件数を縦軸、1件当たりの焼損面積を横軸にして、市町村ごとにプロット、大阪と東京でプロットしたものでございます。右の東京で言いますと、火災率はばらついてるんですが、横軸の焼損面積はほぼ、平均のあたりに固まっておりまして、まあ、ここでも地域差が非常に少ないと。で大阪は逆にこの焼損面積も右へばらつきが多いので地域差が大きいという状況になってございます。で35ページが特別救助隊の比較をしております。特別救助隊、一番右の最高ランクの特別高度救助隊で言いますと、東京消防庁一番下に書いておりますように5隊、一方大阪では大阪市と堺市に、1隊ずつの2隊という。で36ページは、大阪市の特別救助隊と東京都の、特別救助隊の、派遣実績を掲載しております。続きまして第3章、これらを踏まえた消防力強化に向けた方策ということで、同様に38ページに、サマリーを記載しております。まず消防機能を高めるアプローチといたしましては、ここも概略で言いますと、資機材などのリソースの充実、これに加えまして、作戦式の高度化、あるいは消防隊編成の最適配置などオペレーションの最適化が重要と考えております。で下のそのための手法といたしまして、いくつかちょっと区分しておりますが、消防単位でオペレーションを高度化する、機能向上するのが、まあ、A 型とすると、次連携広域化による機能向上 B 型で、さらには東京都のような都道府県単位の消防本部を C 型と区分しております。で B 型につきましては、さまざまな手法ございまして、総合応援協定、指令センターの共同運用、一部事務組合委託方式という形があると考えています。39ページが、まあ、アプローチを考える上で、被災リスクとパフォーマンスとアウトカムという3つに分けて整理したものでございます。被災リスク、これは一番下に書いてますように予防で抑えることになりますが、まあ、予防で、できるところも限界ございますので、やはり真ん中のパフォーマンスというのが重要になって、
で従来、消防人員とか消防設備、いわゆるリソースの充実というところが重視されてきましたが、まあ、今後人口減少が進んでいくことを考えると、まあ、財源人員も制約されて、まあ、消防隊の最適な編成、あるいは作戦の高度化などオペレーションの最適化が重要かと考えております。40ページが先ほどの A 型、B 型、C 型について、類型ごとに機能効果をまとめたものでございます。で下の図が、現状の府内の消防本部を当てはめた形でございまして、先ほど の一部事務組合とか委託とかはダブってますけども、総合応援協定につきましては、全市町村で、結ばれているという状況にございます。で41ページが消防機能を高める方策を5つの部分で示しております。一番下の消防学校は26年4月に実施済みでございます。で42ページ以降が、消防力強化に向けた方策の、まあ、例示を書かせていただいています。で42ページが作戦の高度化、特に指揮体の導入による作戦の高度化というところで、まあ、スケールメリットで人員が生み出せたとして、まあ、それを指揮体に当てることによって、まあ、消防力強化が図れるんじゃないかというところを書かせていただいております。で43ページは消防隊の編成でございます。下の図で、4人乗車のケース、3人乗車のケースを書かせていただいてますが、搭乗人員1人増えることで放水口が2口使えて、まあ、結果消防力が4倍になるというシミュレーションを示しております。44ページが総合応援協定でございます。現状でも区域全域、あるいはブロック単位などで、消防機関総合間で結んでおりまして、計70の協定が締結されています。で45ページが指令センターの共同運用ということで、こちらも一部事務組合とか委託とかの部分も含めまして、10地域で指令業務が共同運用されている状況です。で46ページはこれ国の方、総務省の消防庁が指名している広域化の効果ということでございます。設備組織等の、まあ、消防体制の基盤強化、現場要員等の人員配備の効率化と充実、あるいは初期消防強化等の住民サービスの向上などに、まあ、効果があるというふうにされておるところでございます。47ページが、大阪における消防力の地域差を総括したものでございます。専任・兼任比率の違い、あるいは初期消防、第一出動体制における出動体制台数、あるいは出火から放水までの、開始時間、こういったところで地域差が生じているところでございます。48ページ、ちょっとこれだけは若干変わるんですが、参考といたしまして、東京消防庁に、直近で委託した東久留米市の状況を付けさせております。委託前、委託後の比較になっておるんですが、1軒あたりの焼損面積で見ると、委託前後で約3割減っている。ただし、消防費用は、委託後の方が、増加しているといった状況になっています。で最後、ちょっと今日は中間報告ですので、割との課題を並べた形になっておりますが、今後の検討課題を50ページにまとめております。で今回の結果として、まあ、アウトカム指標で見た上でも、まあ、大阪の消防力は他府県と比べて高いパフォーマンスを持っていると。ただ、府内の中で地域差が存在しているという状況でございます。で副首都として、まあ、高い都市機能を目指す大阪として、まあ、さらなる消防力の強化が必要と考えておりまして、まあ、今後は多様な連携や広域化手法の研究を深め、具体的なケーススタディによるシミュレーションを行うなど、副首都にふさわしい消防機能のあり方検討をさらに進めていくべきと考えております。すいません、長くなりましたが説明以上でございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。これより意見交換に移ります。まず顧問参与の方からご意見いただければと思います。まず上山特別顧問、何かございましたら、池瀬参与の方からお願いいたします。はい、じゃあ先にお話しさせていただきます。消防の話ですね、非常に分かりにくいんですね。まあ、いろんな仕様があったりですねするんですけれども、なかなかその消防のプロとしてその安心安全を担っているっていうところとですね、他の行政部門との間で、まあ、ここにどのぐらいそのお金を使ったらいいのか、人を割いたらいいのかって非常に分かりにくい。で実はですね、その消防本部間でも案外そのお互いの情報って分かっていなくって、まあ、そのあたりのギャップを置いてやらないとですね、分かりにくいと思います。
でこれやるときに先ほどその水道の件で上山顧問から不眠視点であったんですけれども、あのやっぱり副首都ということを考えていっても、まあ、現在の住民、まあ、企業、それからまあ外から今後入ってきてほしい人たち、マイノリティの視点から見たときに、その不眠視点から見たときに、これをどういうふうに見るのかというのはですね、その消防力を単に強化していく、今力しようというだけじゃなくって、ある種のやっぱり目標等とですね、その基準とか、ある種のその定量的なものを持っていかないと議論はしにくいだろうというところがあって、まあ、まずは正面からそういうところを見ていくっていうところをちゃんとやっていくべきだというのが、まあ今回取り組んでいる非常に大事なポイントだと思っています。それからそのまあ当然その総務庁消防庁も基本的に広域化をすることによって小規模消防本部が非常に弱いというところを埋めていこうというお話があるんですけれども、まあ、10年前大阪市をやった時はですね、実はそのまあ A 型なんですけれども、パフォーマンスだけじゃなくって、例えば予防のところで、放火を減らすための手段何があるのかっていうところ、実はこうもっといろんなものが出てきます。さらにその、広域化についてもですね、まあ、いろんな手法がある。でここでまた非常に難しいのは、その消防におきましては基本的に消防組織法においてですね、市町村消防というのが基本になっておりますので、仮にその大阪府あるいはその関西としてこういうのは望ましいといった場合でもですね、まあ、市町村それぞれが議論をした上で、そういうことをやるのはいいねということで、まあ、委託をしていただくなりなんなりということを決断していただく必要がありますから、それをするための議論の基準というものを定めて、そこできちんと議論をしていくということでしかですね、解決ができないということもあります。まあ、そういう意味でも、議論を持っていくということがいいかなと思っています。まあ、さらにはその実は先ほどあったように、それぞれやってること結構違います。作戦も違います。まあ、広域化すると簡単に言ってもですね、広域化するためにはそれぞれがやってることをある程度統一していかなきゃいけないというようなこともあって、まあ、単に装備を揃えればいい、お金を使えばできるということじゃなくって、時間をかけて人を育てていく、まあ、そんなこともありますので、まあ、なるべく早くいろんな、指標を見ながら目標を定めて、それに向かって少しずつ動いていくということが大事かと思っています。まあ、その第一歩として小学校につきましては、まあ、府と市という2つでしたから、これは統合が進んで、まあ、全体として、人においては少しずつ交流が進んでみるという大きなプラスはあるかと思います。ありがとうございます。続きまして上山顧問はよろしいですか。はい、じゃあ一言だけですか。私東京都の顧問もやってるんで、消防のヒアリング向こうでもやったんですけど、非常にこうしっかりしてるんですね。でいろいろ話聞いてると、やっぱり現場、東京全体の現場から切磋琢磨して競争して上がってきた人たちが、まあ、幹部でやっていて、東京全体のことをいつも考えてやってると。で大阪市の消防局も割とそういう感じがあるんですね。やっぱり大阪市結構広いですし、やっぱり中心にビル群もあるんで、かなりいい意味でガッツがあってギラギラした感じを感じるんですけど、以前ちょっと周辺市の消防の方に会ったことあるんですけど、のんびりしてるんですね、やっぱりね。でものすごい使命感あるし一生懸命やっておられるけど、やっぱりいろんな場面で鍛えられるとかね、あるいは都庁の本部で活躍しようとか、レスキュー隊に入ろうとかですね、そういういろんなキャリアパスのこうデザインがこう東京だとできるんだけども、大阪だとやっぱ大阪市はできるけど、周辺だとなかなかそういう機会に恵まれないというようなこともあるので、まあ、この軍隊とか警察とか消防というのはやっぱりスケールがでっかい方がですね、機材もやっぱりいいもの使えるし、人も鍛えられるしっていうので、もう明らかにこれ今日のデータ見ててもですね、スケールメリットが働いているのははっきりしているんで、まあ、できれば連携、さらに組合あるいは委託で、できれば大阪全体一消防というのがやっぱり理想だというのはもう非常にクリアにですね、分析できたと思います。ちょっと最後になりましたけど、タスクフォースの皆さんですね、非常に短期間にこれ素晴らしい分析されたと思うんですね。水道もこの調子でぜひよろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、そうしましたらどうでしょう、委員の皆さん。はい、今日は中間報告ということでしたんで、まあ、今後、まあ、どういうふうな検討をされようとしているのかという意味でお聞きしたいんですけどもね、まあ、消防力の強化ということに関してはですね、もう間違いなく広域化した方がプラス効果といいますか、メリットは大きいと思ってます。まあ、そういう意味ではぜひ進めると思ってるんですが、問題はですね、
そのメリットを各市長さんがですね、どう享受するかですよね。その程度ですね。で特にそれが費用負担とのバランスでどうなのかという、多分ここはポイントだと思うんですよ。でそこのところについての分析なり理解がなければですね、多分どういう方式をで皆が合意しようかというとハードルがだんだん高くなっていきますので、一つお聞きしたいのはそういうところのですね検討を今後考えておられるのかどうかには、これは質問です。でもう一つの意見なんですけどね、今の話にも絡むんですが、多分その日常的な災害のことを議論するのとですね、その特殊災害ですね、でこれは特別な車両もいりますし、資機材もいりますし、それを運転管理する職員もいります。もっと言うと化学とかですね、薬学の知識もいりますので、そういうそのエキスパートをですね、各市町村がこう全部フルセットで揃えるというのはこれはとても無理なんで、やはりどっか拠点的なところへ集約してですね、それを皆で使うというのは割とその理解が得やすい話だと思うんですよ。で何を申し上げたいかというと、その全てその広域化していくのにどうしたらいいかという議論も基本なんでしょうけども、それがあまりにもですね難しければ、例えばそういう特殊災害だけでもですね先に先行してやって、でそこで、まあ、市町村間のですねある程度のこのこうやればうまくいくんやなという実績を見せながらですね本体の方にやっていくということも、そのアプローチとしては一つ必要なんじゃないかと思ってます。まあ、そういうことも含めてどうでしょうかということなんですか。今回のこちら のタスクフォースの件と割と国民目線、要はアウトカム指標からの分析という形でやらせていただいてますん でそれ、次今ご指摘いただいたのは割と市町村との関係で、それをどういうふうに調査するかでこれにつきましてはちょっと別途、府内市町村と勉強会もやっておりますので、ちょっともしあれであればどうしていただきたいと思います。危機管理市長の武井です。昨年の9月からですね、私どもの方から声かけさせていただく中でですね、大阪市の消防局さんなり堺市さんなり、それから、各市長ブロックの、方、それから、単独庁の消防本部、それからと市町村の、危機管理部局も入っていただいて、大阪の消防力強化の勉強会というのを開かせていただいています。でそこではですね、一元化なり広域ブロックの広域化とかも含めた広域化の検討、とですね、それから、本部間の水平連携、この2つをテーマにですね検討させていただいてまして、昨年度の段階で広域化につきましては、5つのパターンを、置きまして、荒い検討ですけれど、一応、市営台を共同運用した場合とかですね、ポンプ車を共同した場合とかいうので、比較をさせてもらって、一定、取りまとめをさせていただいたということです。で今年度ですね、そこらをもう少し深掘りして、委託検討していくと、先ほど、言われましたように、それぞれのメリットが、具体的に見える、どの程度見えるかというのはこれやってみないとあれなんですけれど、委託調査をしましてですね、それを、一応、勉強会の中で再度もう一度整理する中で、できれば今後各まず消防本部さんにご説明し、そして各区長さんの方にですね議論できるような方向で持っていきたいなと思ってます。それと2つ目 の、その中でですね水平連携というのも一緒に検討しておりまして、一緒にいろんな水平連携のパターン、これはもう消防本部間でやるような形ですので、これは具体的に、ワーキングを起こして検討していこうと思っておりますけれど、その中で、一つ先ほど言われました特殊災害の検討、連というのも検討の項目に上がっているんですけど、ちょっとここはまたこれから、どういうふうな検討にしていくかというのはまたこれからの課題になっています。どうぞ。本日の、福祉と推進部会議でのこの福祉としての消防力の在り方と、で今武井市長言いましたように、市町村の勉強会と、両立てで、やってるわけですけども、さらなる広域化を進めようと思えばですね、やっぱ市町村のご理解を得なあかんと、
ということで、まあ、そういう勉強が始めたわけですけども、まあ、今日ですね、33ページとか34ページに資料として出していただいたパフォーマンスですよね。今まで、車の台数とかその整備水準で市町村を比較してたわけですけども、これパフォーマンスというかアウトカムで、この33ページだったら東京都と比べてパフォーマンスが、全体として悪いと、それから34ページだったらこんだけばらついてると、だから府下のまあ周辺の市町村がパフォーマンスの点ではですね、まあ、住民サービスできれないんではないかという資料だと思うんですね。こういうことをその市町村に示しながらですね、市町村の理解を得てですね、さらなる広域化、まあ、今27本部では今の体制では限界があるということがこの資料で分かったわけですから、それをさらなる広域化、あるいはまあ最終的には一つの広域化と、そういうふうに市町村のご理解を得るために今回の資料もですね、有意義に使わせていただきたいというふうに思っています。はい、そしたら本部長から。今の話でね、市町村に理解を得るのに、この48ページの東久留米市の東京消防庁に委託したときに、要はもう広域化をして、東京消防庁に委託した方が、要は都民の皆さんの財産と生命は圧倒的に守れるのははっきりするんだけど、あとそこでその圧倒的に守れるけれども委託後に約、3億ほど、3億5000万ほど経費増えんねんで、この経費が 何っていうこと、これ人件費、そもそも東久留米市で消防庁、消防本部を持ってたや、その1年間の経費が約13億6千万やったわけやんか。委託したら17億払ってるっていうことやろ。うん。あと3億5千万プラスしたと。それはお金、この3億5千万を東久留米のでやってる時も17億300万使ってれば同じような結果になるのかね。要は言ってる意味わかる？今の焼損面積、が非常に少なくなった、被害額も少なくなった、死者も減ったと。で、でも予算だけを東久留米がやりながら予算だけを3億5000万ほどアップして人雇ってれば、結果東京消防庁に委託せずともこのぐらいのパフォーマンスは作れたというんでは市町村を説得できへんと思うね。そこやと思うんだけどね、うん、ちょっと東久留米のやつ調べきれてるわけではないんで、うん、明快にお答えはなかなか難しいんですけど、うん、まず消防費上がったところで言うと、東京都さん各市町村から基準財政需要額と同額というルールで取られてるんで、それで言うと、まあ相手に言うと東久留米さん元々基準財政需要額まで満たない額しか使ってなかったところが、まあ、これに入ることによって、費用が上がった、要は基準財政需要額まで、負担しないといけないようになったんで上がったという形で、この金が、どこに使われてるかと言われると、ちょっとこれも東京都全体の中で正直僕らもそこまでは調べきれてないというのが一つかなと。でこれを同じ金額を、東久留米市単独でやった時にどうやったかというのは、これも実際シミュレーションがないんでわからないんですけども、うん、先ほど例えば46ページとかで総務省さんが出されている広域化の効果で言うたら、例えば人事ローテーションが見やすくなるとか、あるいは現場到着時間の短縮のところで、要は消防署を適正配置できるとか、そういうところはやっぱり広域化の方が馴染みやすいんで、やっぱり同じ金額使うんであれば広域化の方が多分効果はあるんじゃないかという。いや分かってる、同じ金額やったら広域化の方が効果があるの分かってるね。金額上がってるのに、上がってんねんから、これこれ当然の結果でしょと僕やったら思うわけよね。例えば東京 都庁に委託して、3億5千万ほどこれ予算増やして委託料払ってると、うん、でそれこれが東久留米でその予算増えた分が例えば人件費やったら、
20人ほど増え消防職員を増やせたやろうという話になればね、どっちのパフォーマンスが高いのということをきちっと説明せんと、なかなか市町村納得できるね。すみません、ちょっとここで使ってたのが適切かどうかありますけど、ちょっと東久留米の場合は一応そういうことだったということで、まあ、これだけで多分で確かにこれで分かるように、やっぱりパフォーマンスと費用というのはある程度裏腹のところありますんで、各市町村さんで、まあ、その辺どうこう判断するかというところも一つポイントになってくるかとは思っています。いやだから今市町村が使ってる予算で広域化したら今よりはパフォーマンス高いパフォーマンスができますよということをまず説明しないと、この資料ではパフォーマンスは上がりますけど料金も上がってますっていう話になるんで、うん、そうやったら広域化したことがパフォーマンス消防力アップにはつながれないんじゃないのって言われたら、これなかなか説得できない。そのあたりはまた市町村との勉強会の中では、まあ、これ多分東京都は市町村からの自宅料以外にですね、東京都が出費してるわけですから、トータルとして東京都が1円がやることでこんだけのパフォーマンス上がってるわけで、まあ、それが久留米市はこんだけで済んだと、そういうことやと思うんですね。まあ、突き詰めれば基準財政需要枠にまで使ってない市町村からしたらその委託費で入れるわけだから、委託費を基準にすればもうすごい得なわけになるでしょう。だからその金額を委託費を基準財政需要ベースで考えざるを得ないのかもしれないけど、そのあたりっていうのを本質的なところを整理しないと市町村は入らないよね。いや全体最適っていう目線で見ると、例えば20なんていうのかな、この東京は消防にお金かけてるよ、1万6000円でしたっけ、この大阪よりも1万6000円か、お金かけて、で大阪は1万2000円ぐらいなわけでしょ。で、じゃあ、例えば機材どうなってんのって見たら、この28ページで見ると、例えばはしご車なんかは大阪の数と東京の数がもう一緒じゃないですか。だから、まあ、明らか全体最適にはなってないですよね、大阪。おそらくはしご車一個一個の市町村で持たなあかんとか、そういう視点での消防の配置になっているから、全体最適の配置になってない。全体最適の配置にしたら、まあ、どれだけこう消防力が上がって市町村にメリットがあるのかっていう、まあ、そこの総論の部分と、あとはその各論でやっぱ市町村が入ってこない理由っていうのは、やっぱり自分とこの基準財政10枠以上使ってるか使ってないかっていうところで、のところがやっぱ大きいんじゃないですか。そこのところをちゃんと整理しないと、首長としてその対処交渉から判断してくれる首長やったらいいですけど、そうじゃない首長やったら今この瞬間だけ考えたらもういらんやんかってなると思うんですけどね。まさしく今市長おっしゃったようなところを、もう少しこれ総論で言えばアウトカムでやったら総論でこういうことだと、で具体のところはもう少し緻密に見ていかないといけないかなということで、大阪の事例に当てはめた場合で今勉強会の方で、まあ、そういう委託調査費も取っておりますんで、行って、まあ、これでどこまでできるかというところありますけども、シミュレーションもやっていく。で、そのシミュレーションの中で、まあ市町村さんが、まあ、メリットを感じていただけるところまで作れるかどうかというのを探っていくというところを今、これからやろうとしているところです。だからさっきのね、東久留米市の話やけど、例えば大阪に当てはめると大阪消防庁、大阪市消防局に委託をお願いするっていう話になるよね。だから大阪市は基準財政需要額、の、消防、予算使ってるけども委託したい側がね下回ってた時には、これやっぱり大阪市の立場になったら基準財政需要額まで上げて委託費払ってくださいねっていう話になるよね。でもあえて委託する側からすると、今まで以上の予算を大阪市にお支払いするということになって、これは話し合いつかんもんね、なかなか。だからそこをちょっと双方納得できるプランを案を作らなかんと。
消防の場合、その費用とパフォーマンスの関係非常に難しくてですね、43ページもあるようにですね、実際にはその作戦のやり方ですとか、それからその火事に向けて何台の消防車を駆けつけるかというところで結構パフォーマンス決まってきます。で、小さなところではですね、駆けつける数がかけられているのと、たまたま複数のところで起こった場合にやっぱりなかなか行けないというところがあります。で、実際その、総合応援の協定等もあるんですけども、その実態見てるとそんなに応援受援はやらないんですね。結果として自分の拉致内でどうにかやろうという気を強くって、結果的にですね、例えばそれをそのお金を2割3割増やしても2割3割のパフォーマンスを増やすためには敷地全く足りないというのが実態になってくると思います。つまり、もっと広域から少し時間がかかるけども駆けつけてもらえる、あるいは、もう少し高度な作戦を取っているということを通じてやっぱりそのパフォーマンス上がっていくという特質がありますので、例えばその東京で見てみるとですね、おそらくこれもちょっと確認をしてはいけないんですけれども、同じようなパフォーマンスを上げようと単独でやった場合にはもっともっとお金がかかったはずだという思いますので、そのあたりは勉強会でもやっていると思いますので、そういうことも含めて それぞれの首長さんにも判断いただけるような、そういう、資料というのを作るというのが大事かと思っております。いや、だからこれ東久留米が入る時点でいろんな議論があったはずやね、議会でも。今僕が言ったような話は必ず出てたはずなんで、どういう説明したのかっていうのをちょっとまた先生もう一回教えてもらえますかね。ちょっと一点だけ、今回救急やつの分析がされてないじゃないですか。これ東区の消防の話でこういうことにもつながってると思うんですけど、やっぱり負の場合は正直消防の部分というのはだんだんこう低下もしてるけれども、救急が非常にニーズ高くなってですね、市町村側においても体制が非常に脆弱だっていう問題があるので、そこは最初に向けてきっちり分析されるということでいいんですかね。基本そのいう形で考えていきたいと思っています。で、そこはまた勉強会との方とも連動しながらやっていければと思います。多分市町村の側にしてはやっぱり消防だけじゃなくて、やっぱり救急体制をどうやっぱりこれから構築していくかっていうことも非常に重要なテーマだと思うので、そこの分析も府の勉強会ではやられてたと思うので、ちょっと合わせてやっていただいた方がいいかなと思います。はい、そうしましたら議論の方は以上とさせていただきたいと思います。知事からご指摘いただきました東久留米の事例については、ヒアリング等を通じてもう少し、明らかにするということと、市町村にとって、より理解の得やすい広域メリットについて深掘りしていくということで、この研究、タスクフォースの方も検討を引き続き進めていきたいと思います。雰囲気のね、結局雰囲気の住民がこの消防とかのサービスを受けるにあたってね、実はものすごい格差があるんじゃない？その格差はもうちょっとオープンになってるんですか？それやっぱ首長にちょっと迫る上では、そういうのみんな住民からしたら大阪に住んでる人は全部同じサービスを受けてると思ってるけど、実はちゃうんちゃうのっていうところをもうちょっとあぶり出さないと、首長からしたらその圧力がなかったらやろうという気にならないんじゃないですかね。これも東久留米で出てくるかもわからないですけど、ちょっとそこは福祉党を目指す中であれば、やっぱりこれはもう少し広い視点で見て、実は全然サービスはおかしいやんかっていうところと、もうじゃあそれを解決するために広域の消防なり視点が必要なんじゃないのっていう、そこの議論に行き着くかなと思う。ちょっとそこも調査できるんで調査してもらった方がいいですかね。おっしゃるように、こんだけパフォーマンスです地域差があるっていうのは初めてです。これはやっぱり市町村の方にトップで見ていただく。低いとこ嫌がるそこが議論としたそこから初めてですね。でもそれ実際そこに住んでる人はそれ知らんからね、火事だったらもう非常に危ないということになってしまうね。今の件は武井市長のところでよろしいですかね。はい、わかり、じゃあ検討の方よろしくお願いいたします。それでは消防については以上とさせていただきます。
少し会議の方長引いておりますので、ちょっとこの辺りで休憩10分ほど取りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次にテーマ2のスマートシティ、データマネジメント、パブリックヘルス、スマートエイジングに入らせていただきたいと思います。はじめの今回の趣旨につきまして、事務局から説明いたします。すみません。国立大学、私立大学におかれましては、統合による新大学のあり方を検討する一環として、新大学が機能強化すべき新たな戦略領域について、第1代の専門の先生方が集まり、ワークショップ形式で検討されております。具体的には新たな戦略領域として、本日お話のあるスマートシティ、データマネジメント、パブリックヘルス、スマートエイジングなどの分野で検討が進められておりまして、こうした領域は大阪が福祉を目指す上での都市機能強化にもつながる領域ということで、本日は実際にワークショップで検討を進められている先生方からその検討内容の一部をご紹介いただくようお願いさせていただいたところでございます。ワークショップとしては現在も進行中でございますが、本日、3つの領域について、検討成果の概要についてそれぞれご報告いただくことにしております。よろしくお願いいたします。はい、それではスマートシティ、データマネジメント、パブリックヘルス、スマートエイジングの順でご説明の方をよろしくお願いいたします。はい、大阪府立大学の石井でございます。私の方からは大阪の都市課題の解決によるスマートシティ化に向けたシンクタンク機能の構築ということでご説明申し上げます。資料をご覧ください。まず下に2と打ってあるところに目次がございます。次お願いします。はい、第1部として大阪が抱える都市課題と解決へのアプローチということで、このような内容をお話しします。それから第2部がスマートシティの実現に向けた両大学のポテンシャルということです。3部の方は具体的にこんなふうなことをしたらどうかという提案を申し上げたいと思います。スマートシティの実現に向けた新たなシンクタンク機能の構築ということです。第1部ですけれども、資料をめくってください。まず大阪が抱える都市課題、本当に社会の説法でございますけれども、さまざまございまして、ここには6つの分類にしてあります。防災・減災、それから都市基盤、地域社会、都市魅力、低炭素、それから資源循環、そして自然共生です。それぞれ細かい項目書いてますけれども、ご覧いただければと思います。総合的な課題解決のアプローチが必要だということでございます。次ですけれども、海外あるいは日本の他の都市におきましては、さまざまなアプローチをされているところです。生活インフラ、それから基礎インフラなどのさまざまなインフラをインターネットでつなげるというようなことで行政サービスが向上すると。で、この流れが多くのビジネスチャンスを生むのではないか、経済も発展していくのではないかというような試みがございます。下に事例がありますけれども、このような試みがすでに海外、日本の都市では始まっているというところでございます。で、次をお願いいたします。都市課題の解決の歴史的な変遷を一般的にまとめたものですけれども、60年代の公害の時代を経てですね、都市の効率化、アメニティ化、1990年代に入ると例えば京都議定書なんかございますけれども、その前に地球サミットですね、都市のコンパクト化とか成長の管理、多様化、複合化、社会参画などというのがあります。そして2000年代に入ると今度は持続可能性というのが問題になってまいりまして、そこにあるような、低炭素化、資源循環、生物多様性、スマートグリッド、スマートコミュニティという流れです。で、現在は2010年代、都市のインテグレーション化によるスマートシティ化という流れになっているわけです。次にお願いいたします。で、我々がワークショップの中で考えております大阪の目指す、スマートシティの姿ということで1枚にまとめてみました。コンパクトシティ大阪の都市活動を支える低炭素循環型社会の実現ということで、そこにいくつかの課題を挙げています。エコカーが普及する、あるいは資源リサイクル、再生可能エネルギーの活用等です。
ちょっと右回りに説明しますけれども、大阪はまあ周辺、まあ、三山系、それから湾に囲まれている、まあ、河川もあるということで、そういうところで生物多様性を保全する自然共生社会の実現を目指したらどうかと。それから下の方行きまして、まあ、中石平野に立地する災害に強い安全安心の社会の実現というのを目指したらどうかと。それから左の方の下行きまして、大阪人が育む地域社会のつながりの実現ということで、まあ、これもさまざまな課題がございます。そして5番目、大阪の歴史と文化が育む魅力あふれる観光集客都市を目指そうというようなことで、まあ、これにもたくさん課題があるということでございます。次お願いします。第2部ですけれども、では大阪府大、大阪市大、どのようなポテンシャルがあるのかということですけれども、次の少し字が細かくて恐縮ですけれども、両大学のこのスマートシティ化に関わるシーズを先生方にアンケートしたところ、まあ、ここに60ほど上がってますけれども、まあ、多数のシーズがあるわけです。先ほどの6つの分類に従ってそのシーズというのを並べてあります。で、多分皆さん方の方にもう一冊別冊が入ってるかもしれませんけれども、このシーズ集というのがあるわけです。次お願いいたします。例えば両大学の取り組みの実績の例として、例えばシンクタンク機能、一番上からですね、このような例があるというのを挙げています。データサイエンスの活用事例としては、大阪市の地域福祉等向上のための有効性実証検証に関わるデータ分析というのを大阪市第3、それから大阪市の福祉局 ICT 戦略室というのが実際にやっておられます。社会実験の活用事例としては、例えば一番上にある UR 白崎団地の活性化というのを大阪府大、それから UR 都市機構等と一緒にやっているわけです。で、プラットフォームの活用事例としては、下にありますように、まあ、COC という地の拠点事業ですね、文科省の。あるいは大阪市大さんの都市防災教育研究センターの活動等があります。で、次お願いいたします。ではこのスマートシティの実現に向けた行政と大学の課題というのはどんなものがあるかというのを簡単にまとめたものでございます。まあ、行政の方としては、まあ、目指すべきスマートシティの概念というのが確立されていないのではないか。で、縦割り組織での対応になりがちではないか。それからシンクタンク的役割を果たす組織が存在していないのではないか。あるいは公共データというのを市民府民のニーズに合った価値ある判断材料にして活用する情報のインテリジェンス化というのは不十分ではないか。あるいはスペシャリストというのは育っていないのではないかというのをまとめています。で、大学の方はというと、行政ニーズの受け皿となる機能、それから学内シーズと行政ニーズをマッチングする機能というのはまだ不十分ではないかと。それから、まあ、教員の方は教育研究の方にかなり忙しいということもあって、シンクタンク機能を果たしていく余裕がなくなってきているのではないかと。それから一番下の方ですけれども、まあ、個々の教員を見るとさまざま活動されているんですけれども、福祉を巻き込んだ組織的な活動というのは、まあ、至っていないのではないかということが書いてあります。で、3部ですけれども、では具体的に、まあ、どうするのかということで、まあ、提案になりますが、8番と書いたところがスマートシティの実現に向けた都市課題の解決プロセスです。大きくは3つのプロセスが必要かなということで、さまざまなビッグデータですね、これの収集あるいは活用ですね、データマネジメントセンターみたいなのを作る必要があると思います。そしてモデルフィールドで行う実証的な社会実験という、まあ、そういうプロセス、そして一番下にありますように、多様なステークホルダーと、まあ、課題を共有あるいは検討するようなプラットフォーム作りが必要ではないかということです。で、次のページ行っていただきますと、まあ、具体的にどんなふうにするかというのをポンチェにしたものなんですが、まあ、大学の中等にですね、シンクタンク組織を作るというのが真ん中のところにございます。課題ごとに関連する教員、行政職員、まあ、企業関係者等をメンバーとする研究グループを作ろうと。ここでは研究グループ ABC と書いてますけれども、それぞれのグループにはテーブル機能、それからラボ機能を持たすということです。左側の方に行政機関書いてありますけれども、まあ、ここにあるビッグデータを利用するデータマネジメントセンターと連携していくと。で、上の方に書きましたように、国や企業等からテーマあるいは資金というのを調達する。で、下の方に書きましたように大学ですので、これを教育研究力の向上に生かしていく。そして課題解決をし、人材育成にも関わっていく。
ということでございます。でこの後少し具体的なテーマをいくつか挙げましたので、この辺については大阪府大の武田と大阪市大の鍋島の方から説明いたします。はい、大阪立大学武田です。よろしくお願いいたします。私の方からはこのようなシンクタンク機能が実現した場合にですね、どのようなプロジェクトが考えられるかという事例を少しご紹介させていただきたいと思います。15ページ目、1つ目がですね、防災減災の観点です。これは人命にかかる、最も重要な行政課題の一つかと思います。この前の時間帯にもご議論があったかと思いますが、例えば首都直下型の地震などがあった際にですね、バックアップ機能として副首都機能としても重要な役割を果たすべき重要な課題であるかなというふうに考えております。でこの場合は自分の都市がですね、災害に強いということはもちろんですけども、それだけでなく、いかに立ち行きをこうサポートして他地域での災害にもサポートができるかというようなことが重要かなというふうに考えております。で特に都市基盤の更新の際においてはですね、防災の話もそうですが、どちらかといいますと、特に減災の視点を含めて、レジリエンスと呼ばれるような、災害後の回復力の高い都市基盤の整備ですとか、それを事前復興といったような形で災害に備えた都市基盤の再構築を進めていくといったようなプロジェクトを、特にデータなんかを使いながら、高度の予測、災害の予測ですねなどをきっちり行っていくというようなことが一つ考えられるかなというふうに思っております。次のページをお願いいたします。16ページ目です。次は、都市基盤のテーマです。都市計画の中でも私の専門、特にこの緑地計画ですので、ちょっと詳しく説明をさせていただきたいと思いますけれども、ここでのポイントは大きく2つございます。1つはですね、テーマにも書かせていただいています通り、グレーインフラをいかにグリーンインフラに変えていけるかという、構築の視点です。これまでのコンクリートで作られたような硬くて確率的な都市インフラのことをグレーインフラと呼ぶのに対しまして、緑地をはじめとする自然と共生したようなインフラへの転換を図るというようなグリーンインフラの考えを導入していくということです。ここでいうグリーンの話はですね、物理的にこう自然素材だということだけではなくてですね、人間の関わり方とかソフトでの利用面なども含めまして、柔らかい柔軟な都市インフラへどうやって転換していくかと、さらにはそれらをネットワーク化してつないでいこうというのが、このグリーンインフラの大きな考え方になっております。例えばシンガポールなどでは河川のコンクリート斜面張りの垂直護岸を一旦潰しまして、自然護岸の関係者に作り直すことによって、推進塔などの都市機能を高めるということはもちろん、そこを人々が使えるようなそういうポテンシャルのある魅力的な場所に変えていくといったようなことが行われておりますし、あとパークコネクターと呼ばれるような事業で、既存のすでに作られた都市基盤としての公園を、いかにネットワーク化させることで、その公用効果をどうやって高めていけるかというような、緑道網の整備みたいなものを実現していますので、そういったことが考えられないかというようなのが大きなこのテーマの視点です。それからもう一つはですね、それをどうやって実現していくかという実現のプロセスです。真ん中にアプローチ方法論と書きましたけれども、一番左側のデータ収集の話です。ここを特に行政のオープンデータなどを使いながらデータ収集を行っていくというのが最初の段階です。でそれをさらにシミュレーション1というのは、そこで得られたデータを基礎的な分析を行う段階。でさらにそれを、シミュレーション2の段階として、施策につなげるための 実用的な、シミュレーションを行っていくといったような段階が考えられます。従来までのシンクタンク機能ですと、これぐらいのレベルぐらいまでかなと思いますけれども、ここではさらにそれを具体的なグリーンインフラへ転換するためのモデルを構築し、さらにそれを実社会の中で実験的に適用して、それを結果を見てモニタリングし、それを評価して、またさらにフィードバックして施策に返すというようなことを、トータルで行うような、そういう基礎的なデータの分析方針というのの検討にとどまらないシンクタンクとしての実社会に提案して、一連のプロセスを行政と連携しながら進めていくような、実践型のシンクタンク機能として展開がイメージできるのではないかなというふうに思っております。例えば今御堂筋80周年ということで側道を潰して自転車道を作ったりしていますけれども、もう少し広域的なデータですとか広範なデータなんかを使いながら規模の大きい、例えば御堂筋全体を公園化してグリーンインフラとしてネットワーク化してつなげていくといったような、そういうような50年100年といった経緯の中での都市計画の展開につながるようなことが考えられないかなというふうに思っております。あとちょっと2つほどご説明させていただきます。次が17ページが、地域社会の中でのコミュニティエンパワーメントの、テーマです。
これにつきましては、一方的に行政からコミュニティで働きかけるというような方法ではなくて、私今大阪府への泉さんの給料緑地のマネジメントを少し手伝わさせていただいているんです。政治も来ていただきまして、例えばあの公園ではコミュニティの方々がボランティアとして公園の整備に、社会資本の整備に携われるということで、参加者にとっては自己実現ということで、コミュニティとエンパワーメントにつながってますし、そのことが社会資本整備という、財政の負担、行財政の負担もありますし、もしくは地域課題を解決していくというような、そういったことを、コミュニティへの働きかけと同時に、都市課題の解決も行っていくというような、両面でコミュニティのエンパワーメントに進めていくよと、そういうスキームを新しくどんどん生み出して、展開していくといったような、プラットフォーム作りが考えられないかといったようなことがこのテーマです。それから私の方から最後ですけれども、都市魅力のテーマについては、こちらについては、例えば今までは外国人をはじめとするようなインバウンド効果を狙ったような、外向けへの一般的な PR ですとか観光拠点の整備ということがメインだったかと思いますけど、それだけではどうしてもすぐに消費して飽きられてしまうという面がありますので、どちらかというと市民府民の、シビックプライドと呼ばれるような地域に対する誇りとか愛着を育んでいくような、そういうことに対する情報発信、それから政策をやっていくことで、町の自発的な魅力を向上させてもらうといったことが、ひいては町は住みやすい町だとか、誰にも自慢できる町だといったようなことが、外から見ても訪れたい町になるといったような展開で、都市の魅力の発信をしていくといったような方策が考えられないかなというようなことを考えております。このように行政のデータを活用しながら社会への実験ですとか仕組みの提案を行っていくというような、どちらかというと実践型の新しいシンクタンク機能というようなことが大事なのかなというふうに考えております。続きまして19枚目のスライドをお願いします。一つ19枚目のスライド、はい、大阪市立大学鍋島です。私の方からは低炭素社会は資源循環型の社会の構築に関する、プロジェクト例をご紹介したいと思います。都市課題のところを見ていただきますと、化石燃料ですとか資源の枯渇といった、都市の課題に対して、行政の、資産財産であります下水道や廃棄物処理施設、あるいは農地や里山っていうような施設を活用しまして、資源を回収するですとかエネルギーを創出するというような、技術開発を、大学の方で、行っておりますので、そういった技術、要素技術を活用して施策に反映してというようなプロジェクト例を一つ提案しております。具体的には新技術開発というところを見ていただきますと、下水汚泥からリンを抽出するですとか、メタン発酵によるエネルギーの創出、焼却灰からの有用金属の回収などの要素技術が、行政の持っている財産からエネルギーや資源を生み出すということに寄与できるのではないかと思っております。次のページをお願いします。スライド20枚目ですが、こちらの方は都市の熱環境に対する緩和策と適用策の推進ということで、個別の対策技術は、ほぼ確立してきているとは思うんですが、これらを具体的にまちづくりに落とし込むというところが、課題ではないかと考えています。都市の課題としては低炭素社会の構築ですとか快適な都市環境の確保といったような個別の課題にはなるんですけれども、実際にそのまちづくりにどう落とし込んでいくかというところが、こういったテーマの、一つ課題となっていると思います。で、具体的には、市民や観光客が熱中症にならない街づくりで、どんな街づくりなんだろう、クールスポットの機能を
そこここに盛り込んだ街づくりが、期待されるわけなんですが、そういったことを施策としてしようと、まあ、実行しようと思いますと、真ん中の丸いラウンドテーブルの中にいろんな絵が描いてありますけれども、医療保険ですとか街づくり建築部門地下水ですとか緑化行政いろんな部局の、関わりが必要になってきます。行政も大学もあの縦割りで、なかなかそういう部局横断の施策というのが苦手なんですけれども、そういったことも、この新大学のシンクタンク機能を活用して、プラットフォームを作って、実際の積極的に施策の立案ですとか、まあ有効な 効果的な対策技術の公開実装というようなところに貢献できるのではないかと思います。で、次のスライドは、海の話なんですが、大阪には、まあ、大阪という名前のついた湾がありまして、まあ、財産なんですけれども、これを保全し、まあ、活用していくという、提案のプロジェクト例です。アプローチの方法のところを見ていきますと、まあ、目指すべき大阪湾の姿というのが、あるとします。綺麗で、豊かで親しみのある海という、これを実現するための施策を いろいろ考えるわけなんですが、その施策を打った時にどのような水質あるいはどのような生態系が、生まれてくるのかというようなことを考えるためのシミュレーターですね、大阪湾生態系シミュレーターというのを、まあ、作ります。それを、まあ、ツールとして、様々な主体が関わるコミュニケーションのプラットフォームを、まあ、提供する。大学や企業や、行政、住民それぞれが果たすべき役割が明確になって、まあ実行に移していくというようなことを、考えております。で、最後のスライドですけれども、このようにこれまでご紹介してきたプロジェクト例が、まあ、どのような効果を大学と行政機関に、その効果をもたらすのかということを絵で示しております。人材交流、共同研究の制度ですとか、キャリア支援、研修といったような、行政の職員、まあ、大学の教員、職員、あるいは学生との人材交流のが、より一層進むのではないかというふうに考えています。以上です。大阪市立大学の井上でございます。私の方からは、データマネージメント、一個ずつ議論してますか。長だいたい予定が5時15分頃までなので、どう一つずつやったら後ろの方が大丈夫ですかね。いやちょっとあの今、このスマートシティ のこの戦略の話聞かせてもらったんですけど、研究ということでは、まあ、ちょっと、まあ、それは大学の先生方の話なんで、ちょっと我々にはちょっと分かりにくいんでね。例えばこの中にもありますけど、2025年万博の時にね、2050年を見せようで今言ってるわけですよ。で、2025年に2050年を見せるね、スマートシティ技術ってどういうものなんですかね。さっき、このいろいろ言われたけど、例えば自然環境の中でのゴミ処理技術、でこれが2020年、25年にね、これは先進国だけじゃなくて今の途上国でもですね、このゴミ処理技術はもう2050年にはこんなものになっているという、その試作品やみたいなのをね、こう、研究して、こう2025年に、
両大学の知恵結集して作ってもらいたいと思うんです。それにはもちろんメーカーとかも入ってもらうのはもちろんなんですよ。で今みたいにでっかい焼却場じゃないね。でもうこれからのゴミ処理施設、施設はね、設備はもうまさにその今我々が建て替えを目指すような大きな焼却施設じゃなく、こういうものっていうね、これがまず可能性があるもので、2025年はバーチャルでもいいです。でも50年にはこれができるというのを世界に見せたいです。まあ、お答えになるかどうかわからないですけど、まあ、両大学ともですね、まあ、科学者っていうのは基礎科学分野ではもうその夢の世界まで行ってるわけですね。それがまあ AI というような分野もかなり進んできているという中で、シーズっていうのは基礎科学はまあお金さえあればっていうところができてるんですけど、それをいろんな部品をこう集めて、例えば今の焼却炉であればそういうものを考えなきゃいけないんですね。やはりそれは今まあ縦割り的にいろんな分野の研究者がやってるものを集めてですね、そしてその実際にこんなものが欲しいとまあ考えている行政の方と一緒になるっていう、そのやっぱりテーブルがまず必要なのかなと。でこんなモデルを作ってそれをまあ社外実験していくような感じですかね。というのでまずはそれぞれの研究者は多分夢を持ってるけど、そのこういうものっていうイメージっていうのはなかなかすぐにはできないから、やっぱりこのシンクタンク機能でまずやりましょうっていうのは言えるかもしれませんですね。うん、そのシンクタンク機能が必要なのはよくわかるんです。だから、まあ、今僕は一つの提案ですけど、それを生み出すためにはこういう人がいるとか、で具体的にこういう研究してる人たちが集まらなあかんとか、であと、まあ、こういうメーカーとのつながりを作れとか、もちろん役所は持ってるデータを渡しますよ。そういうものをですね、ぜひともちょっと考えてもらいたいと、お願いします。これから次の、11月のプレゼンに向けて、もうそういうものが必要になってきますから、予算もつけていただくたり予算も考えますから。技術があるのはもうとてもよく分かりましたと。であと縦割り超える力ですね、これが結構大学にはあるんですごく期待してますと。それから2050年に限らずね、かなり中長期の先をやっぱり役所はどうしても単年度主義なんで、そこを超えて中長期考えるパワーがですね大学にあるのもよく分かりましたと。で1個だけちょっと不安なのが住民目線で、まあ、税金を使って何かをすると、まあ、使わない場合もあるけど、やっぱり住民が何を求めているのか、こういったあたりをですね、やっぱり吸収しないと、目的がやっぱりアカデミズムの方に行っちゃうとですね、ちょっと行政としては付き合いにくくなってくるので、まあ、若い研究者の皆さんの若い頃からですね、役所と付き合ってくると、あるいは自分たちが住民と付き合うという中でですね、世の中のニーズがこう何なんだと、どれぐらいのものがどれぐらいのスピードで求められているのかっていうところのこう感覚ですね、これをぜひよくそれぞれプロジェクトでいろいろ考えてやっていただければ、役所とこう一緒に仕事がやりやすくなるんじゃないかなと思いました。それに関してですけれども、先ほど少しご紹介した中に、COC という文字があったと思うんですけれども、文科省が平成25年に始めた事業です。地域の課題を素材にして、学部生ですね、学域生ですけど、うちでいうと学士課程の学生を育てると、で先生が実際にその野外にフィールドに社会の中に学生を連れて行って、そこで課題を見て、そしてその最終的には卒業するときに、まあ、地方自治体等が典型的ですけれども、その課題を解決するような職場に就く、そういう学生を育てようとしてるんですね。その中で今学生も教員も地域の課題って見てますんでね、まあ、そういうふうな形で両大学とも共同申請でやってるプロジェクトですので、
まあ、そういうマインドは育ってきてるのかなと私は思います。こうやって次大特大の先生方がですね、この共同でこうやってプレゼンいただけるだけでも、もう覚醒の感があるんですけど、僕はちょっと思ったのが、この例えば都市課題にしてもちょっと抽象というか一般的、どの都市にも当てはまるようなものの課題なんですよね。でシンクタンク機能なので、大阪に特有の課題、これは別に大阪市内に限る必要は全然ないんですけど、大阪特有のこういう社会課題があり、それを解決するとこういうふうなものになるというような、多分そういった目線というかですね、ちょっとそこを意識していただいた方がより具体的になるのかなと思いましたので、ちょっとそのあたりお願いしたいなと思います。はい、ありがとうございます。後の方の具体的なところでですね、特に大阪湾のところは分かりやすかったかと思うんですけれども、大阪湾独特の問題が、この方でヘドロが溜まっている問題とか、逆に水がきれいになりすぎて漁業の問題とか、いろんな問題が具体的にあるんで、その辺ですね、なんかいろんなテーマが多分あると思っております。いや、そうなんですよ。福賀さん、僕の頭の中のイメージなんですけどね、これ、世界中各国いろんな課題あるんです。例えば気候の不安定なところでとかで、要はずっと砂漠地帯であるところとか、資源はいっぱいあるけども山奥で物が出せないとかね、いろんな課題あるんで、我々が目指す2025年は課題解決をする万博で、これから僕は世界に向けてね、これは我々だけじゃないけど、課題聞いてこようと思う。お宅の国の課題は何ですかと。そしてその課題をね、解決策を2025年にお見せすると。世界中の自然環境もそうですし、もう要は具体的なテーマがあるんです、世界に。でこれはもう日本が乗り越えてきたものもあるでしょうし、ただせやけど地形的に、その日本と同じようなやり方はできないという、そういう国もあるでしょうし、気候的にも無理やという国もあるでしょう。でそういうのを、全て乗り越える処方箋を2025年作ってお見せすると。これに向かってね、大阪 のアカデミアの力は、まあ、もうこれは本来日本中のアカデミアの力なんですけど、まあ、そのこうやり先になるのがこの、不代時代のこの新たな法人なのかなと、そういう位置づけを僕はしてるんですけどね。交通整理やっぱりしてあげないといけないじゃないですかね。僕が思ってるのは、例えばその大阪に独特のやっぱり課題っていうのがあると思うので、それの課題解決のシンクタンク機能としての提案を僕は すべきだっていう意見ですけど、まあ、知事の今の意見だと、まあ、世界にあるいわゆるその万博に向けた、いわゆるその世界的な課題を解決する提案をちょっと力を入れてほしいということは、ちょっと方向性を決めてあげないと作業するのも難しくなる。まあ、どちらにしてもシンクタンクを作るんで、そこで、課題整理して解決策見つけると。まあ、そこは共通項で結ばれてるんですけど、ね、それは今まで整理 できます。ちょっとチャレンジがある万博は万博用でっていうのは一つあってもいいし、伝えるためにちょっとこう例としてこういう分野を例えばを出してるんで、期待が高すぎて知事はですね、まだできてないんで。いや、そうなんですよ。ただ、まあ、時間が決められた時間でやらないかっていうのがある。そしたらやっぱり大臣の大学だけやらんでもいい。大臣大連携でその万博に向けて何かできるかと話して、ちょっと僕の期待を大きくするかもしれないけど、そのぐらい期待してるということなんです。いや、そこはね、だから今回は普代次第法人統合して、で、まあ、将来的には一大学を目指す中で行政と一緒になってどういう政策課題を提言して、それを実証して、まあ、それをまた評価して、
行政だけではできへん政策提言をしていただくという、そのための例として今そういうことを前提にしていろいろやっていただいているわけですから、そういう機能としてのシンクタンク機能はこれ十分できますよね、多分一緒になったらもっとできますよねということの、まあ、例としてご説明いただいているということなんで、その話と、まあ、具体的に1年後2年後を必要な施策をそこでシンクタンク機能としてやっていただくか、将来的なもんかっていうのはもうちょっとやっぱり整理さなかと思います。いや、だから法人統合はもうこうタイムスケジュール決まってるわけですよ。でも、もう一緒になるのは決まってるんでね、ちょっとプロジェクトとしてほんなら、ちょっと万博向けプロジェクトっていうのを、だからそれはそれと別のミッションとして僕はやるべきことですね。別ミッションです。すいません、ちょっと時間の方がかなり押してる感じがありますので、引き続いて井上先生の方からよろしくお願い、ちょっと時間がかなりちょっとなくなってきて、すいませんが、よろしくお願いします。多分今日 の, メインテーマはスマートシティです。だいぶ時間を追いずりして、私は処理ますが、では資料の 6-2 をご覧ください。データマネジメントについてでございます。でデータマネジメントにつきましても3部構成としております。第1部がデータマネジメントの意味、第2部が両大学のポテンシャル、第3部がデータマネジメント体制の構築という構成にしております。でまず第1部のデータマネジメントの意味でございますけれども、そもそもなぜデータマネジメントが必要かということになりますけれども、皆様方、ご承知のようにですね、情報処理の高速化であったり、あるいは、IoT の実現であったり、それからビッグデータの解析など、データマネジメントに対する、社会的需要が、急速に、高まっているということが大きな背景になってくるかと思います。そしてまた世界のですね、データ量の増加、それからハードウェアの飛躍的進化、AI の非連続的進化などにより、高度化されたサービスで生産性が飛躍的に向上し、産業構造の転換期を迎えてもいるのが現在の状況ではないかと思います。で、そうした中でですね、大阪はですね、ソフトウェア、情報処理、インターネット産業の年間売上高において、東京に大きく遅れを取っております。でそれがスライドの6のあたりに表で示してございますので、詳しいところはそこの表を見ていただければと思いますけれども、で、今後予想される人工知能関連産業の急拡大に対応するためにはですね、データサイエンスを切り口に新産業での急速な巻き返しが必要となってくるということかと思います。でとりわけ東京と並ぶ大都市であります大阪には都市課題、これはかなり複雑で高度かつ長期的な予測が求められるわけですけれども、例えば建物の構造であるとかエネルギー問題、環境問題からですね、個人のライフスタイル、あるいは健康に至るまで諸問題がそこにははらまれております。でなおかつそれらに関連したですね、膨大なデータが大阪に集中しつつある現状かと思います。そうした都市問題、都市課題をですね、解決することが喫緊の問題でありまして、データを分析可視化し客観的な視点から政策決定するためにデータエンジニアリング、そしてデータサイエンス、社会展開力の3つのスキルが必要になってきます。私が7ページのスライドのところでそのあたり述べてございますけれども、データエンジニアリングにつきましては、データを意味のある形に使えるようにし運営すると、そしてデータサイエンスは、統計学等の情報関係の知識を有し分析手法を駆使して分析解析を行う、そして社会展開力につきましては課題背景を理解整理し解決につなげること、というふうに簡単な説明を加えておりますのでご覧ください。で、家や車などの生活インフラ、そして電気、ガス、水道などの基礎インフラというですね、都市全体がインターネットで
つながると、そのことによって、効果的な、都市の管理ができ、行政サービスの向上も、見込まれるわけですけれども、海外でも、そしてまた日本でもですね、各都市、企業、各自治体はですね、データマネジメントの事業に着手しつつあります。そうした事例につきましてはスライドの8ページから、8ページそうですね、8ページのところに海外の事例で9ページから国内のですね柏市の事例そして藤沢市の事例、そして10ページのところでは新潟市の健康寿命延伸計画、等々、挙げておりますのでご覧、ください。でこういうような状況の中でですね、しかしながら、大阪にはですね、情報系人材がかなり不足しております。ビッグデータをですね、利活用できるような専門的なデータサイエンティストの育成であるとか、基礎的なコンピューターサイエンスのですね、教養の提供が大学の役割として重要になってきております。で13ページのあたりからちょっとご覧いただきますとですね、大阪府、大阪市は人口、工業、そして環境、社会保障など、広範なですね、情報を、保有しております。で、今後ですね、府市ではニーズのあるものを、データ化する、そしてデータから行政課題を、発見するということに発展させて、行政の課題解決につなげるということが大きな問題な、期待される課題になってくるのではないかと思います。で第2部のデータマネジメントの両大学のポテンシャルにつきましてですけれども、スライドは16ページの方から本文に入りますが、府大市大を合わせますと、幅広い分野に教員を抱えております。その、社会展開領域、データサイエンス領域、データエンジニアリング領域というふうに3区分したうち、特にですね、データエンジニアリング、そして解析分野で層が厚くございます。でただちょっとここで記述はしておりませんけれども、しかしながら各分野のですね専門家を取り込んだ一体的な研究体制がなお気づかれていないのが現状であります。そしてまた既存の理工系の学生以外へのですね教育体制も検討の余地が多くございます。他大学のですね先進事例と比較いたしまして、専門教育については充足しておりますけれども、教養教育としては、より多くのですねスタッフを増やす必要があるのではないかというのが、現状の認識でございます。で、そして17ページにお示ししましたように、データマネジメントでは、収集、そして処理、加工、そして提供、活用の3段階を、想定しております。行政、大学、企業がそれぞれの強みを生かして、データ活用までを視野に入れた行政 IoT 戦略を目指すというのが大事かと思います。で第3部は18ページからでございますけれども、現在、データ提供、すなわち、シーズ側ですけれども、シーズ側の行政には、データは、あるけれども活用が難しいという問題があります。で他方ですね、データ活用側、つまりニーズ側の大学には、スキルはありますけれども、データ入手が難しいという問題を抱えております。で府大市大はですね、データマネジメントの主体として、ふさわしい特性を、備えていますので、府市が保有する行政データについて、行政が大学と連携することにより、データの収集、蓄積、分析や活用の進展が期待できるかと思います。で、22ページのあたりには他大学の先進事例、取り組む先進事例を一覧にして掲載しておりますので、ご覧いただければと思います。で23ページのところからでございますけれども、実際にですね、これを、活用してデータマネジメントを動かしていくためには何が必要かということになります。で、先ほど述べましたシーズとニーズのマッチングということが重要になりますけれども、大学行政が連携したですね、データマネジメントセンター、
という機能が、まずは必要になってくると。でこのセンターはデータの蓄積整理活用を行う、マッチングデータカタログデータ分析機能そして行政大学におけるデータマネジメント環境を整備するデータ活用環境整備機能を持つようにしたはどうかと思います。これらの諸機能を生かして行政大学双方の窓口として課題解決に必要となるデータのマッチングと提供を行うようにすると。そしてその他の その戦略ワークショップで検討しております、つまりパブリックヘルス、スマートエイジング、スマートシティ、バイオエンジニアリングですけれども、各戦略領域とのこれが直接的にはこれに該当するかと思います。以上、今後のですね、大阪の未来を、将来を見据えた場合にですね、大学マネジメント、データマネジメントセンター、そして行政というですね、3社の共同関係を構築するということが大事でありまして、データサイエンスを要として、人工知能関連等の新たな産業の成長を展望してですね、現在進捗しつつあります産業における改革といいますか、革命といってもいいかもしれませんけれども、そうしたもの、急激な事態の進捗にですね、対処することが求められているのではないかと考えております。以上でございます。ただいまの件に関しましてどうでしょうか。これデータマネジメントセンターって今既存ではないんですか、日本の中に。今行政は行政、大学は大学ということで、それぞれの業務を遂行しているだけにすみませんので、でやはりその両者っていうのをやっぱり連携させることが必要で、その連携させるためには行政が持っているデータを加工し、そして使えるようにすると。で、それをその際に、分析能力は大学が持ってますの でそれを提供するというようなことで、両者をつなぎ合わせる、連携させるということが一番大事かと思いますけど、日本中どこ探してもなんとかないんですかね、そういう必要性みたいなのは問われない。必要性は、ここの事例でも、示しましたように、各都市それからあるいは企業であるとか、それぞれでは事業を進められているわけですけれども、それを行政とそれから大学、そして企業を巻き込んだ形での、そのデータマネジメントセンターというのは、他にはあまりないのではないかと思いますけれども。これ例えば今行政で、大阪では市大特大が一つになって、でこの行政とも直接つながる関係にあるわけじゃないですか。だからそこでそのセンターじゃなくて、もっと直でつながったらいいんじゃないですか。でそのデータの管理の仕方とかが例えば大阪市役所でもものすごくもともとビッグデータを活用するような方法になってないっていうか、分かってますし、その ICT っていうのはそもそも頭にないっていうのも分かってるんですけど、これからのあり方として、じゃあ例えば大学の人、そういう専門的な人が、役所に例えば入ってもらってですね、データの管理はこういうやり方でやってください、保存保育会議などやってくださいっていうのを指導してもらえば、それに従って役所の職員がそういう形で保管し、でそこの新大学とその大阪の行政体が直接つながればいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、それはどうなんですか。ワークショップでの議論を踏まえますと、やっぱりそのデータマネジメントセンターは第三者機関的なものの方が中立性であるとか、データ処理において有利なんではないかという意見が多かったわけですけれども、もう一つは現実的な問題として、例えばその大学に置くとします。でその場合には大学に置いた場合にもやっぱり経費であるとか人の、配置であるとかが必要になってきますが、それを大学独自でできるかというと、少なくとも現状ではかなり困難であるわけです。でもちろんその人手であるとか経費であるとかを行政の方から特別枠みたいな形でですね、そこをデータマネジメントセンターの方に流し込んでいただいて、業者で維持していくということであれば可能かとは思いますけれども、その維持というのが非常に大事になっている。データマネジメントセンターがじゃあ仮にあるとするならば、それは別に新大学に限らず、京大でも阪大でも、他の大学もそれを共有すればいいというような。そうです。そういう意味でもその、第三者機関においてしておいた方が、
例えばその国立大学が最近よくやってますけども、共同利用機関的な使い方ができるわけですね。ですから普代次第だけじゃなくて、近くの阪大であるとか神戸であるとか、まあたくさん周辺に大学がございますので、共同で利用できるというような使い方もできると思うんです。そういう発想のは今まで日本の中にない、あまりないと思いますね。特にないというのはなぜかというと、やっぱり大学っていうのが大学の独自の、自治であるとか独立性というのはありますので、あまりその 行政とですね、そうした一体的な関係を作ってこなかったということもあると思うんですね、背景としては。ですから、今回大阪府市の場合には、大学行政が一緒になっていろんな新しいものを作っていこうということですので、あまりないチャンスではないかと思う。それだから要は大学側としては行政が持ってるデータを個人情報の法律にかからないように加工してでも集めるだけ集めていろんな研究を役立てたいという話でしょ。だから行政とつながってるところってほとんど大学、他の大学では今までほぼないんで、そういう研究はなされてないと、初めてやるんだということでしょ。だからこれはちょっとどういう人をそこに配置して、どういう予算もどのぐらい必要なのかっていうのをちょっと研究してやね、府市一体でこのデータセンターをやね、来年度立ち上げれるかどうかの研究所へ、従来の、来年度予算でやね、いきなりその立ち上げるとこまでできるんか、来年度一回ちょっと研究するんか、僕はもうちょっと急いでるんで、来年4月には府市一体で立ち上げたいと思うけどね。だからこれはやっぱりこれからビッグデータ活用する言うてんのに、このデータセンターがないと活用できへんわけ。そこはそうなんですよ、データセンターが活用できないんですよね。要はその、これは予算の絡みもあると思いますけど、ほら僕らはこれ予算執行する上で、他の予算じゃあどれ削るねんって話も出てきますんで、そうじゃなくても府と市とこんだけ連携して直でできないのかなっていうのは、ちょっと僕はそのセンターというか今のあり方が収集しにくくてっていうのはよう分かるんですよ。だからそこは本当にその箱物というかそういうのを作らんとあかんのかなっていうのは若干思うんですけどね。で他の京大とか阪大とかも利用できるようなものまで、作る必要があるのか、シンクタンク機能としては箱はいらんのじゃん。箱は、テーブルと人はいるんじゃん。予算がそんなもんかっていうことなんでしょうかね。かなりの部分はバーチャルでもできますので、必ずしも箱が必要というわけではないですけど、そんな一回予算どんなもんか出してもらって、でも組織がいるかね、今の連携で3社の連携できるかっていう検討は必要や。でもやっぱり行政側のやっぱり専任の人はいるやろ、そのデータを依頼ということになったら。データだってまさにあらゆる行政領域にわたるわけですから、そこを取り上げる、あるいは窓口になるとこ、で検討するとこっていう機能はいると思います。今でも府も市もそういう何とかな、そのデータを管理してるっていうのはそれぞれ部局で管理したり、市大市作ったりして統括してやろうとかやってますけど、それはすでにあるわけでしょ。その保管の仕方を変えて提供しやすい形にすればそれでいったわけじゃないのかと思うんですけど。いやだからあとは大学の知恵を借りて活用の仕方とか政策にどう結びつけるかってあたりの話をやっぱりそこでするというのは一つの意味なんですけど、組織とか枠組みだと思うんですよね。で連携して住んでる部分もあるし、すでに大阪市と一大でね、一部研究プロジェクトあるんですよね。で全国見ててもパラパラとあるんですけど、やっぱり組織的にやるぞって言って全国にも発信して、やると企業の人が協力してくれたり、あと大阪府市以外の国の機関なんかも参加したいと言ってきたりっていう意味ではすごいチャンスだと思うんですよね。で東京はもうでかすぎて動くのに時間がかかる。で国もやっぱり全国つつうらうらっていう話になるけど、大阪はやっぱり大阪市っていう非常にリッチな、ね、データ大きすぎずかつ適度に大きいっていうかな、
ヨーロッパ1カ国並みぐらいのデータがあるんで、それがやっぱり大学と密接に使える環境というのはやっぱりアドバンテージなんで、これはやっぱり形にして外に発信するというところに意味があるんですよね。なのであの、まあ、あの企業の人に参加してもらったり、まあ、国とも連携したりという意味で先んじるという意味では、私はなんかあの知事がおっしゃる早めにやろうという感じはすごく分かるんですよね。第三者的な機関として、作る、そうですね。でもちろん反対の人とか参加してなくてもええねん。大阪府市グループの中に入っている 公的な機関、うん、で緩やかに国立大学とか別に企業の人と連携して全然構わないんですよね。ビッグデータを活用するっていうのはもう僕も大賛成ですね。でも宝の持ち腐れになってるなっていうのは認識しているので、うん、先ほど市長がお話しされたね、あの大学の先生があのそういう行政の方に行って、それでまあいろいろ指導して教えてこうやったらいいんじゃないかっていうのもあると思うんですが、あのこの分野はやっぱりあの重点戦略領域として非常に今後重要な領域であるということで、あの大学に置くということの非常に重要なメリットっていうのは、そこでですね、あの若い人たちへのね教育で、あの人材育成っていう観点が非常に重要しなあのポイントとしてね、あの考えたときに、やはりあの我々が行って、まあ、教えているのもしてできるんですけれども、プラスそういう人材育成というちょっと長期の展開を必要とするような非常に重要な領域だということで、あの我々の方としては、あのそういう、まあ、あのバーチャルであったとしても、そういう大学でのそういう機関のね、そういったものをセンターを、構築する方がメリットがあるというような判断をしているという。一体どのぐらいの規模で、それはこれからあのその何をするかによって決まっていくのではないかなと思います。今出ました教育機能まで含めますとね、ちょっとこう長期的な展望も必要になってきますし、それなりのやっぱり教育改革が必要になってきますから、まあ、そのあたりは現実的にどれぐらいまで可能かということをこれからまあ議論していけばいいんじゃないかと思いますけど、まあ大きい箱作る話じゃないと思う。はい、すみません。そうしましたら最後お願いいたします。大阪市立大学の宮尾でございます。資料の 6-3 に基づきまして、私からパブリックヘルス、スマートエイジング分野での、検討の状況をご報告させていただきます。まず、お手元の資料の2ページ目をご覧ください。こちらが、全体構成を示しております目次になっておりまして、全体で、まあ、3部構成になっております。でこのうち第1部では、大阪におけるその健康長寿の課題について、まあ、現状分析をしております。で第2部では、これらの課題についてすでに大阪府立大学と大阪市立大学が取り組んでいる事例について、紹介をいたします。また最後に第3部では、課題解決のためにその両大学の大学間あるいは行政と大学が連携して取り組むべき内容の、提案を行いたいと思います。それでは第1部に入ります。でまず4ページ目をご覧いただければと思いますが、この4ページ目から8ページ目に議論の前提となりました大阪における健康長寿の課題についてデータをまとめております。で今ご覧いただいている4ページの右側に3つ表が散乱になってございますが、その一番下の表をご覧いただきますと、健康寿命と平均寿命という内容でございますが、健康寿命のところを見ていただきますと、大阪は全国47都道府県中男女ともワースト5に入るというような現状になっております。また次のページ5ページ目のスライドをご覧ください。こちらに、図の上に2つ箇条が組みしてございますが、その2つを見ていただきますと、まず上の方では、三大都市の中で、最もその大阪というのは高齢化が進んでおりまして、かつその認知症高齢者の行方不明者数が全国ワースト1であるということが2つ目の、ポスで書いてございます。で、まあ、このようなその大阪における健康長寿の課題いろいろあるわけですけども、こういった課題に対する対策として必要なものとして、まあ6ページ目をご覧いただければと思うんですが、この課題に対処すべきそのヘルスケア人材、まあ、専門人材の不足が、課題となっております。
6ページ目の左側で、下の方、左の下の方をご覧いただきますと、2025年には約 21.9 万人の介護人材ニーズがあるのに対して、大阪府ではその需給のギャップがあって、約3万4000人が不足をするといったような推計がございます。でこのような健康長寿の課題解決には、9枚目のスライドをご覧ください。9枚目のスライドのところに、3つ分けてございますが、一番左側は今申しました大阪の、各種の健康の課題について述べております。で、それぞれに対して、ネックになる課題がございます。で、それをどう解決していくかということで、一番右側のところに、それぞれ簡単に書いてございますが、右側の一番下に矢印で、書いてありますように、恒常的な行政との連携を実現するシンクタンク機能の必要性ということを、謳っております。このようにその行政と大学の体系的あるいは組織的な連携を行うことによって課題解決を図っていく必要があると思っております。でこういったその課題解決をするための、この裏付けとなる事例を少し、ご紹介をしたいと思います。第2部に入りますが、例えば、15ページ目をご覧ください。ここには、大阪府立大学の CNS、すなわち専門看護師の養成に関する、実例が書いてございます。すでに大阪府立大学では、この CNS の養成の実績を、上げておりまして、全国的にも非常に注目すべき、成果を出しているということでございます。また、少しページ飛びます。18ページ目をご覧ください。大阪市立大学には、メッドシティ21という施設がございまして、こちらでは、先端予防医療のような取り組みをしております。でもこのように、両大学の看護学あるいは医学分野での先進的な取り組みがすでにございますので、こういった力を今後生かしていく方策が、必要かというふうに思っております。でまたスマートエイジング、もう一方の課題でありますスマートエイジングでございますが、これは19ページ目のスライドをご覧ください。これは大阪市立大学が、仙北ニュータウンで、取り組んでまいりました仙北ほっとけないネットワークというプロジェクトでございます。こういったその仙北ニュータウン、今高齢化がどんどん進んでおりますが、こういった高齢化が進んでいく地域の中でいかに、高齢者を、孤立させないで支えていくかといったようなことを、考えていく、ネットワークを作っていくというような課題でございます。で同様に、その次の20ページのスライドでございますが、大阪府立大学でも白鷺団地で、この地域ネットワークの取り組みをすでに行っております。こういったその地域包括ケアシステムを推進するプロジェクトにつきましては、両大学とも実績があるということでございます。で、このようにその、両大学の資源を使って、いわゆるシンクタンクを、構成するわけですけども、その時にその多様性に富むそのシンクタンクを構成するためには、21ページのスライドでございますが、すでに両大学が持っております総合力、あるいはその両大学がそれぞれ持っている特色、こういったものを、生かしていくということが重要だと思っています。例えば大阪市立大学の生活科学部、また大阪府立大学の地域保健学領域、こういったものはパブリックヘルスの今言ったシンクタンク機能の発揮に大変力になる分野ではないかと思っております。また、こういったその医学、看護学、それ以外の領域に加えて、今言いましたその生活科学、地域保健学領域がございますけども、例えばこれ最後でございますが、22ページのスライドを見ていただきますと、大阪府立大学では、例えば看護学部と経済学部の、コラボレーションによってその、いわゆる分野の連携による総合力の発揮、こういったこともすで、に行っているところでございまして、これを、さらに行政との、取り組みの中に生かしていくということが求められているというふうに思います。私は以上でございます。次に東教授に代わります。大阪府立大学の東でございます。私の方からは行政と連携した取り組みということで、ご提案の形でですね、少し、お話
話をさせていただきたいと思います。それでこの提案の中身を大きく、3つ、これは我々ワーキング一大の先生と府立大学の先生とかですね、一緒になっていろいろそれぞれご自分等で、こんなことができるんじゃないかなということで考えたものです。で、1は健康を支える特に人材育成の強化ということで、非常に今、宮野先生からもお話がございましたように、今後やはり地域の総括ケアシステム全体を支える人材が不足しているというようなことから、いかにこの辺りを強化していくかということが非常に重要になるということで、各先生方からの提案がそちらに出られております。もう一つがですね、健康を支えるネットワーク機能の強化ということで、特に大阪での非常に大きな課題となっていることに対してですね、地域総括ケアシステム大阪モデルというようなことで、先生方の方からですねご提案をいただいております。ちょっとそれぞれ のページちょっと見ていただければと思いますが、さらにですね、高齢者の運動を促進するそういう運動機能健康ネットワークというようなことで、こうしたネットワーク機能を強化することが非常に今後の特に高齢者にとって非常に重要な健康を考えた上で有効なのではないかということで、行政と連携してやっていきたいなということでございます。もう一つ3番目、これが実は一番重要なポイントでございますが、シンクタンク機能の構築ということになります。それでこれに関しましては、その図に示しますように、心と体の健康を支える三角眼連携、そしてもう一つが都市健康スポーツ健康センターというようなものの構築を考えていきましょうというようなことで、でこれらに関しては大学に持っているシーズを非常に強く前面に出しながら、シンクタンク機能ということの形で進めていくことができるのではないかなというふうに先生方のご提案でございます。それでこれ一つ見ていただいてお分かりのようにですね、あと皆さんちょっと戻っても失礼なんですけど、21ページのですね、両大学のこのパブリックヘルスを支えるですね、それぞれの今の組織でございます。それで今こういったパブリックヘルスをの機能をですね、シンクタンク機能を行政と進めていくためにですね、今のところまだ重要なそのシンクタンク機能へ行くそのもう一つ手前のところでですね、重要なことはですね、こうした市立大学と府立大学でそれぞれの単体大学同士での方針にとって進めてきた体制をですね、やはり一度やはりそういうシンクタンクのところへ持っていくためにですね、もうお互いの先生方の意思疎通をもっともっと図っていくっていうことがまず必要な重要なポイントになるのかなと、そういったことを図るというようなことで、この枠組みのこの次のステージとしてですね、やはりパブリックヘルスを進めていくシンクタンク機能を発揮させていくためのそういう拠点を作っていくための準備としての準備室のようなことの中でですね、さらに両大学で一緒にやれることに関して行政の方と連携を少しこう情報交換をしていくというような、そういった機関がやはり必要なんじゃないかなというようなことが、今日申し上げたいなという結論になります。以上でございます。はい、ありがとうございます。ではどうですか。はい、宮野先生。はい、非常に意欲的な提案だと思うんですけど、多分ですね、これ府大も一大もこう全国規模で見るとものすごいこう実力、この21ページ、これ名前しか書いてないですけど、人材もですね、あと卒業生のネットワークもかなりすごい実力があると思うんですが、領域がこう重なるようで重ならないんですよね。それでしかし客観的に見るとこれから高齢化社会で必要なそのパブリックヘルスに必要な要素が両方足すと実は全部揃っていると
だけど全部揃ってるのにこんなにバラバラに配置している自治体も珍しいという状態だと思うんですね。それでこの21ページはしかしあともう一つ21ページはこれ教育と研究のための切り口なんですよね。で今求められているのはこのパブリックヘルスっていうもう一段上の領域から見た時の問題解決のためのまあ切り口というのが必要 でその時にまあそれを大学の機能に戻すと教育研究っていうのは当然普段の仕事としてベースにあるし、まあ、ここの先生の社会貢献もあるんですけど、もうちょっと力強くですね、行政と一緒に新しくやっていく仕事としてこの問題解決というのがあると。で、まあ、それは組織の名前にするとシンクタンクということになるということだと思うんですね。でちょっとこの研究館とかいうのはね、いまいち府民市民に分かりにくいので名前としてはどうかなと思うんですけど、まあ、要するにスマートエイジング問題に行政と連携しながら、まあ、取り組むと。でそれはある意味で法人直結でね、学部の枠組みっていう教育とか研究の切り口とは違う視点でやるんだという意気込みのところはですね、非常に分かりやすいと思うんですね。で多分教育研究の縦割りはですね、簡単には消えなくて、でそれはそれである程度こうやりながらですね、もっと先端的なところでこうその枠を超えて一緒にやると結果的に一緒になれるんで、統合のための手段という意味もね、逆にこれはあるんじゃないかなと思うんですね。だからこういうことしないと本当の意味で統合できないんじゃないかなという気がしました。どっち？いやもうだからね、今まだ法人統合できてないけど、もう法人統合の時期はこれは決まってるわけなんで、法人統合した時にその、両大学の参加する大学法人にシンクタンクを作ろうよ。だからその法人ができた時にはシンクタンクが立ち上がると、そういうその、タイムスケジュールでこれから何をしたらいいのかっていうのを決めて、さっきのデータベースセンターの方は今でもやれるところから、別に箱も作るわけじゃないから一回やれるところからどうやったらいいかということを、これはまあね、福祉と推進局じゃないやろうけど、担当のそのちょっと部局で考えて、それぞれの担当部局ですかね。担当部局でね、はい、うん、まあ、ちょっとそこの部局、うん、まあ、今日も来てもらってます、うん、はい、今のお話を踏まえてということで、うん、ちょっとよろしいですか。シンクタンク機能の方がですね、先ほどデータセンターよりもまさにもっとソフト、要するにもう今現在の先生方の頭の中にあるものですので、いかにそういった人材を組織するかということに尽きるというふうに思います。ではこの件よろしいですか。よろしければ最後、特に知事市長から何かございましたら、なければこのまま終わりますが、さっきちょっと最後おっしゃった意味としては、シンクタンク機能の部分については、いわゆるですね、組織論だっていうので、むしろそっちの方がいい、データセンターよりも、いわゆるその頭の中にあるものだっていうのは、はい、要するに箱物ではなくて、各、まあ、教員が持っている専門性をいかに、先ほど福山先生が言われたように、その一つのテーブルの上に置いて、でもそこには教員だけではなくて行政の方も入っていただいて共に考えるようなシステムを作るという、でも組織論だということですね。そのシンクタンク機能の方はどちらかというとそうです。ちょっと時間ない、一言だけ、組織っていう時にやっぱりテーマって大事だと思うんですね。何をプロジェクトとしてやるのか、でそのお題が今日も万博の準備とか出てきましたけど、大学の方では、まあ、そのお題がね、この今日のまさにスマートシティとかパブリックヘルスっていう、まあ、領域はこう具体的に出てきてですね、でその中の何をどの先生とどの先生が普大次第から出てきて役所のどこの課とやるのかっていうね、ここのところがはっきり決まるともう実質組織できたっていうことだと思うんですね。
だからこうなんとかセンターとかいくら作って組織図書いててもダメで、こうプロジェクトですよね、これを具体的にはっきりさせる。そうすると今いる人たちがこうそれを誰がいいのかがはっきりしてくるし、役所との関係もはっきりしてくる。で、あとは多分お金は少しいると思うんですよね。だけど箱物建設とかいう感じでは多分ないと思うんですよ。だからまあ枠組み組織とあと若干の予算という感じだと思うんですよね。では戦略領域のテーマも以上で終了させていただきます。一応これで本日の議題すべて終わりましたので、会議の方も終了させていただきたいと思います。次回の会合は改めて事務局で日程調整させていただき、連絡もさせていただきます。長時間にわたるご議論、誠にありがとうございます。お待たせしました。それでは本日代を始めます。何か、質問ございませんでしょうか。お願いします。先ほどデータセンターから前向きな発言されてましたけれども、もう具体的にやってほしいということなんですか。いや、もうやるために検討に今日から入るということで、やっぱり予算措置がいるということなんで、設置は来年度4月、大阪府大阪市ともにそのデータセンターというのはさっきも言ったけどハードじゃないんでね、人をじゃあ配置する組織をどう作るのかという話だと思うんで、まあ全国、この行政と大学が組んでやるのは初めてというご意見もあったんで、これビッグデータを使っていく上ではデータマネジメントっていうのは非常にもうこれも必ずセットになる話なので、あとはそれをやるために、ちょっとこれからもう今日から準備しようということを今日、節で合意したということですね。ビッグデータの活用はもうやんなきゃいけないですけども全然できてきませんでしたからね、そんな発想も大阪市役所の中でも全然ないような状況でしたから、ちょうど大学と連携したビッグデータをまさに活用してできるというのは非常に重要なことだと思いますね。どんな組織がいて、どんな皆さんがいてということを検討して、できればそういったものをしっかり作るという方向で進めていきたいと思います。市長、先ほど箱物ではなくというようなことをおっしゃってましたけど、どこか既存の施設の中にというイメージを。いやいや、僕が思ったのは一定の箱物も必要なんじゃないかなというのも、そのデータ、例えば大阪市もものすごい大きなデータを管理してますけど、それなりにそのセンターがあるわけですから、このデータセンターを作るんであればそれなりの、その新設という意味ではなくてね、その場所といわゆるその大きなその管理するための費用というのがかかるんだろうなというふうに僕は思ったわけですけど、それが具体的にじゃあどのぐらいになるのかというのを検討してくださいということです。だから必要性は僕も認識してますんで、別にビルを建てるわけじゃないんですけど、ただその場所もいるし、やっぱりそれなりのデータ管理するセンターとなれば、それは一定の契約行為も生じて、一定の名産もいるということになってくると思いますので、ね、それが検討してます。必要性は僕は認識しているんで、そういう具体的にじゃあ予算どのぐらいかかるのかなと、そういう話をちょっとしたということです。すみません。法人統合時にシンクタンクを作る、シンクタンク機能ではなくシンクタンクを作りたいということですか。そうです。要は、これ両大学の先生方のこの頭の中にありとあらゆるアイデアが知識が詰まってるわけですね。詰まってる。でそれは各専門分野の先生方がいるわけで、でシンクタンクというのはそういうアイデアと今までの知識を集めて問題解決の処方箋を出す、作
作るのがシンクタンクなんで、だからあのこれも箱じゃなくて、新たな大学法人ができた時に、要は同じ大学法人の中にいるおあの、先生方で、その一つの組織の中にいろんなアイデアと知識が、まあ、詰まってるわけです。だからそれを集めるのがシンクタンクの機能なんだから、新しい、大学法人がね立ち上がった時に、だから法人のガバナンスでシンクタンクを作るということです。法人にいろんな権限があるわけですから、その法人の権限によって、この課題なら、何学部何先生何先生と集めて、それが一つのテーマにを解決するシンクタンクの、チームですよね。それを作る、法人統合、法人が新法人ができた時にそれを作ろうということです。そのプロジェクトとしては万博とか、いやちょっとあの、まあ、さっきも吉村市長と言ってたんですけどね、もうここまで来たんでね、もう許されるもんなら明日法人設立して統合したいんですけど、そんなわけにはいかんのでね、これ議会も、同意を得て平成31年に、統合するということになってるんでね、まあ僕たちの感覚でいくと、まあ、これだけもう先生方 もう課題整理してくれてこういうことやろう言うてるんだからね、もう本当はもうほんなもう明日統合しようかという感じでね、明日組織作りたいけどそうはいきませんから、まあ平成31年4月だ、それを考えるとやっぱりシンクタンクが機能するのはその以降なんでね、やっぱり万博誘致とかそこはちょっと間に合わないなと思いますね。シンクタンク機能は結局その法人の組織論でしょ、行き着くところ。だから今まで準備してもらって、法人ができた時に組織論としてシンクタンク機能を発揮できるようなものをしっかり作れば、あとはそのプロジェクトに応じて集合したり分かれたりすればいい話です。それは法人統合時の組織論として必要だなというのは今日の議論して思いましたね。いやだからやっぱりその学校大学法人のね理事長がそのまあ理事長がその権限あるんだけど、その、そういうその組織の人がねこのテーマなら、こう一大系の一大のこの先生、普大のこの先生、この先生集めようということをこう決定できる権限のある人が人を集めないと、それ集まってきませんから。すみません、時間がございませんので次の質問で最後にさせていただきます。なんですけども、森友学園の件で昨日強制捜査が行われましたが、そのことについての受け止めと、あと籠池夫妻が松井知事に対してその批判するような声を上げていたんですけども、そのことに対してのお考えも。いやもうこれは我々のね、調査には限界がありました。ただもう我々の調査の時点でも、相手方からね間違った補助金申請でしたということでお金返してきた。でこれがやっぱり捜査によってね、もう要は細部まで真相解明してくれないと本当に間違われてたのか故意でやってたのか、我々はもう調査はできるけど捜査はできないわけですから、これで司法にもうテーブル、司法に移ったわけですから、徹底的なこう真相解明をお願いをしたいと思ってます。でもうね、もう僕しか恨むとこないからしょうがないでしょ。まあ今僕が文句言ってもね、もうまあね、何ていうかな、今僕が籠池さんにいろいろと文句言って、批判したところでね、
今我々が支払った補助金がねすぐ、こう戻ってきて全て問題解決するわけじゃないんでね、うん、まあ文句言われるのも僕の仕事と捉えて、もうしょうがないなと思っておきます。あ、すみません、ちょっと重ねて申し訳ないです、うん、この関係で今朝ですね、籠池さんが府の監査にも毎年の監査に問題があったんじゃないかというようなお話されてるんですか。だから行政の縦割りの中でねこの問題が起こったんですよ。監査は大阪府は大阪府の行政の、こう行政として持ってる資料の中で監査します。でも今回のはそれをかいくぐったわけです。全部だからこれは縦割りですよ、保育園は吉村市長のところで、私学は幼稚園は僕のところで、この縦割りで監査する限り我々は我々に与えられた権限とそれから提出された資料に基づいて監査すると、うん、だからその監査をその条件の下では監査は適切に行われたけど、まさかこの縦割りをうまく、まあご本人は故意ではないと言われてるけど、まあちょっと僕から言うとまさにずる賢いやり方で人を騙して補助金搾取してたというのが今回の事件なんで、籠池さんが今ご自身がその要は行政の縦割りのね見れないところをねまあ言うたら悪意に満ちて利用されて、それで自分がそれをこう見つかってそれ指摘されたからといってね監査を否定するのは僕は非常におかしい話だと思うんですよ。ちょっと違う話なんですけど、先島庁舎の2階に飲食店が入居するとで、あさってオープンするということが決まりましたけど、その受け止めを少しずつ、テナントが入ってきていただいたありがたいことですよ。うどん屋さんのようですけど、知り合いになりました。うどん屋さんですけど。そら行くやな、向こうにおるときは。うどんは食べます。すみません、時間が参りましたので、国民取材終了いたします。吉村にも市長に聞いてうどん食べるわ。一緒に一緒に食べる。一緒に。あそこはもう、もともとは本当に府の遺産、どうしようもないという中で、これまで、知事市長同じ方向を向いて、もうやってきたわけですから、ね。まあ、その、それ以外も募集、ね、ホテルだったりありますけど、まあ、徐々にこの府の遺産がこう日の目を見るようになってきたと、なというふうに思います。だからどうも一緒に食べに行きましょう。ありがとうございました。